お疲れ様でございます。あれ聞こえてるかな？ちょっとマイクの音量上げないと。ミナンジータさん、リオンさん、ピクマリマさん、BB さん、ははさん、のりたまごはんさん、そしてチコさん、ともえさん、山口さん、M さん、あやおりさん、リクさん、チャカオコさん、レスポールさん、鈴木さん、リンさん、林さん、Q さん、森さん、ソラリクさん、キキさん、アンドレイビさん、ナオさん、ドックさんかな、本田さん、キミコさん、ボノボノさん、2021年9月19日ですね。あ、紅茶飲んでる人さん、お疲れ様でございます。ちょっと時間遅れましたね。22時、今21分、22分ぐらいでございます。DOH でございます。さあ、ということでございまして、ですね、一週間皆さん大変お疲れ様でございました。あ、そうですね、横本さん、お疲れ様でした。はい、そして、市村さん、こんばんは、こんばんは。はい、皆さん、こんばんはということで、私、まあですね、本日も、今日も今日とて、ダラダラとしてたのかな？まあ多分してたんでしょう。はい。あ、そしてですね、ちょっとだけすいません、CG がどうも、ちょっと描画の限界を迎えまして、ちょっと多分こっから下のね、僕の今、3DCG の紙のね、レイヤーっていうのがちょっと今、バッサリカットされてしまっていて、普段とは違う、きっと様相になってるんじゃないかなと思うんですけれども。2ヶ月ぐらいでまた戻ると思います。はい。さあ、そして、まあ、そんな中でですね、一つ、まあ、ホットトピックとしてはですね、まずは昨日のお話でございます。さかなクンさんでございますね。ご一緒させていただきまして、動画上がりました。ありがとうございます。さあ、ね。ケイさん、ヒゲさん、声が少しかすれてる。あ、気づかれましたか。ちょっとですね、ちょっと喉がガラってんで、ちょっと飲み物だけでもね、じゃあ先にちょっと行きたいなと思うんですけれども。はい。そんなわけでございまして。お、SKS さん、ヒゲさん、リスナーさん、こんばんは、こんばんは。先週は誕生日。あ、おめでとうコメントありがとうございました。ということで、よかったでございます。はい。ね。さあ、ということで、本日じゃあ、飲むものを一体何かということで行きたいと思いますけれども。さあ、今日は何でしょう。はい。ちょっと、さかなクンさんのお話もね、引き続きちょっとしたいんですけれども。はい。ね、あ、面白かったです。ありがとうございます。ケティさん。はい。そして、ナイスパーもありがとうございます。あ、ちょっとナイスパーちょっと控えとかないと忘れちゃうから。流れないようにしとかないとね。流れたね。あ、大丈夫ですね。はい。あ、その話も、TC さん、ナイスパーありがとうございます。ちょっと、その話もね、しないと思うんですけれども。さあ、ということで、ゴールデン、あ、アンバーかゴールデンかと、ダークかと。はい。ね、蜂蜜を今回はと、あったんじゃないかっていうのがフライデペンギンさんでございますね。はい。そして NTNT はシャンパン。声が合ってるから変な声になっちゃった。はい。ということでね、リンさん、しじみ汁とか。はい。ということで、本日なんですけども、こちらでございますね。はい。見えないでしょ。レモネード。レモネード。バイ、レモンニカ。はい。ということで、ちょっとね、なんかコンビニに今日ちょっと寄りまして、セブンイレブンに行ってきたんですけど、最寄りの。なんか、美味しそうだと思って買ってみました。はい。さあ、ただね、ちょっと気になってるのは、レモネード専門店のレモネード、バイ、レモニカ監修。ぶどう風味。レモネード？レモネード。あ、アプリをダウンロードしたらレモネード一杯無料になるんだ。近くにあればいいんですけどね。はい。飲んだことある人もいる。ソラリクさん飲んだことある。はい。まさかのレモネードでございます。はい。ね。はい。富岡さん、下ネタ NG ですよ。ダメですよ。危ないですよ。はい。じゃあ、ちょっと行きたいと思います。皆さん、ドリンクの準備よろしいでしょうか。もちろんですね、アルコールがダメな方、未成年の方はソフトドリンクで結構でございます。そもそもグラスがないよという方は、エアーで乾杯していただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、今週もお疲れ様でした。乾杯。ん？レモネード？グレープの味がする。風味がまあ、もっとなんかすごい酸味くんのかなと思ったら、飲みやすいですね。うん。普通
酸味があって、はい、飲みやすいんじゃ、なんて言ってないのかな、レモネードほどの酸味がないから飲みやすいですね。うん。グレープ、まあ、レモン、グレープ。まあ、ここにね、ブドウの、なんかマーク入ってるので、グレープの感じはするよ。うん。うん。ね、今、一番ダメな、ね、回答みたいなことがね、どなたかな。ディアボロさんに書かれちゃいましたけど、多分一番ね、ほんと、素直に言うと、普通に美味しいです。決してまずくはないよ。まずくはないけど、レモネードでもないね。うん。わかってるけどね、グレープって書いてあったんだから、そう、グレープ、レモネードのグレープって何なのかなっていう興味本位で飲んでみた結果、グレープの風味があって、レモネードの、なんかその、ズコーンって酸味が来るんじゃなくて、まろやかな、なんか、まるでブドウの酸味のような、感じの、だからマイルドな酸味をこう感じられる。酸っぱいのがダメな人だったら、いいんじゃない？でも酸っぱいのダメな人はきっとレモネード選択しないんだろうね。うん。ということでございまして。普通に美味しいです。カロリー150キロカロリー。あ、結構ある。さあ、ということでございまして。素直に答えてみました。うん。今さん、ブドウとレモンということで、ブドウとレモンですね。で、ブドウ7ぐらい、レモン3ぐらいの感じです。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとね、喉の方のガラリも多分止まったんじゃないかなと思いますので。ね。で、ナイスバの方も大変ありがとうございます。後ほどピックアップさせていただきますので、ね。ぜひぜひお待ちいただければと思います。じゃあ、まずは一つ目。さかなクンさんですね。改めて、まあ、もちろんいらっしゃらないとは思いますが、関係者各位の皆さん、そして何よりも、さかなクンさん、本当にありがとうございました。正直に、まあ、その裏話的なね、流れで言ってしまうと、さかなクンさんは7年前に一度お会いをさせていただいて、一緒に番組に出ていただいたんですね。で、切り抜きの方で、で、確かに俺言い間違えちゃったんですけど、釣りのね、ゲーム、スマホアプリのゲームの番組に、その釣った魚をこう判定してもらうみたいな、さかなクンさんにやっていただくっていうので、赤髪のトモさんと、さかなクンさんでやった番組があって、それの MC でした。はい。僕は一時間違えヒカキンさんの名前あげちゃったんですけども、それは間違いでございます。はい。ね。いやー、ね。で、NT さん、さかなクンさん、包丁さばきもうまい。ありましたけど、本当にね、早い。手際が良すぎ。まあ、聞いた話なんですけれども、もともとずっと、やっぱこう、お仕事をね、今のお仕事に就く前に、やっぱりこう、アルバイトとかをする時代があって、でその時なんかも、お魚屋さんとか、あとはその、何、熱帯魚屋さんみたいな、まあ、お魚に関わりのあるところ、っていうところで、働いてらっしゃって、スーパーでずっと魚さばいてたんですって。だから、さばき方っていうのがね、異常に、うまいし、何より早いんですよ。まあ、皆さんパックでね、お魚買われてる場合って、だいたい丸々、1尾買うわけではなく、もう、例えばその、三枚におろされていたりとか、まあ、なんか柵になってたり、もうすでに刺身になってたりっていうので、お買いになる方多いと思うんですけれども、やっぱおろす、だそれを全部さ、スーパーのバックヤードとか、まあ、もしくはその、工場とかでやったりしてるんでしょうけれども、さかなクンさんそこ担当にしていたので、もうね、一つ一つさばきが早い。素晴らしいです。はい。ね。ね、本田さん、仕上がりも綺麗でしたよね。そうなんです。やっぱ売り物になるものとしてちゃんと扱わなきゃいけないんで、ただ早いだけじゃやっぱりダメで、綺麗に仕上げなきゃいけない。うまかった。本当に美味しかったです。で、特にびっくりしたのが、一緒に出ていた A があったと思うんですよ。で、A の肝って実はすごく美味しいんですよ、ヒゲさん、みたいな。うん。美味しいんでギョザイマスっておっしゃっていて。本当に？つって。いただいたんですけど、新鮮だから臭みが本当なくて、もうね、トロットロな感じ。なんて言ったらいいんだろう。
まあ魚の肝で僕よく食べていたのが、あのカワハギ、ウマヅラとか言うんですかね、まあ違うもんかもしれないですけど、あの要はあの平べったーい、あのお口先がピョーンとこうすぼんでる、あれとかを肝醤油で食べると美味しいよっていうのを昔から知ってて、それでいただいたことがまあまああるんですけども、あのね、ねっとりとしていてね、めちゃくちゃうまい。の肝って食べれるんだねみたいな、まずそこの驚きもあったし、食べてみたらもうそのトロッとする、口の中でとろけるような食感で、味が濃いね、脂が乗ってたのかもしれないですけども、味の濃いね、肝でまず美味しい。で、あの収録結構まあ、長く撮らせていただいて、でちょっといろいろあったんで、まあ疲れてたんですけど、家帰ってからね、なんかすごい体がね元気なの、こうホテルっていう感じかな、なんかエネルギーがこう、なんかお腹のところからエネルギーブワーってこう湧き上がるみたいな感覚になって、 A の肝はだからそういう意味で言うと、その需要競争みたいな効果もあるんじゃないかな、これ食べたら元気になりますよヒゲさんって言われたんですけど、ヒゲ様って言われたんですけども、めちゃくちゃうまかったです。なおさん、今度はフグの肝引くということでね、一部ね特殊な地域では一応食べれたりはするらしいんですけど、まあ基本的にね、僕の知ってる界隈のフグは大体肝を食うとね、まあいいかな、それで終わりっていうパターンもありだよね、ね、ペチカさん勢力ついたね、 A だけに A 気がついたということで、お後がよろしいようで、はい。ただすごくなんだろうな、なんかね、体を動かしたくなっちゃうんだよね。うん。だったんで、ぜひ、もし、新鮮じゃなきゃ、もしかしたらダメかもしれないんだけど、よかったら、チャンスがあったら、A の肝を食べれるときは、ぜひ食べてみてほしいです。はい。そんなわけでですね、動画の方、もちろん上がっていて、その僕がね、お刺身、さかなクンさんにね、さばいていただいた、魚をね、そのまま食べるみたいな、ただ俺食ってるだけの動画が、僕のチャンネルに。まあ、で、何よりも、本題ですよ。もともと、僕はよく死んだ魚の目をしていると、言われがちなんですよね。言われなき風評被害に遭っていたわけですけれども、これがね、今回ついにそれを払拭できたという動画が、さかなクンさんのチャンネルの方に上がっています。僕の動画の概要欄にリンクありますし、まあ、さかなクン、ひげおやじとかで、YouTube で検索していただければ出てきますので、はい、結論から言います。僕は死んだ魚の目ではありませんでしたと。さかなクンさん公認でございますから、はい、ね、これを見ている、ね、名字が西村、名前がひろゆきという男がもしいらっしゃった場合にはですよ、ね、あなたは間違ってると。じゃあ何が死んだ魚の目なのか気になる方は、さかなクンさんの動画をぜひご覧ください。よろしくお願いします。さあ、そして、今日ですね、ちょうどまだ実はまだ裏で、会員限定の配信をしてるのかな、ドグマさんのところ、ドグマかざみさんっていう、まあ、昔からつながりのあるゲーム実況者さんがいまして、彼が、その、ライフワークにしている、年に一回、大きなお祭りみたいな番組っていうのを自分でやってるんです、実質的に。で、それが、大体いつも夏の100時間みたいな名称で歌ってるんですけど、今年はコロナのがあったので、まあ去年もそうだったんですけど、ぎゅっとちょっと日程を圧縮して、去年が3日間かな。で、今年はさらに、その、人の出入りとかもね、まあちょっと、この話がずっと動いてる時っていうのが、それこそ本当に感染者数っていうのがバーって増えちゃっていた、時期だったので、で、絞りに絞って36時間にこう、まとめた、お祭りがあるんですよ。ドグマ、風見。まあ、なんだっけな、今回のタイトル忘れちゃったけど、スーパーゲームバラエティ36時間スペシャルだ。はい。スーパーゲームバラエティ36時間スペシャルっていうので、多分知らない人が多いと思うんですけど、昔 X68000 っていう、結構ゲームするのには適していたパソコンが昔ありまして。で、それの悪魔城ドラキュラをプレイするっていう。で、間とかに、もう個人企画では考えられないような贅沢な企画を織り込んで、で、専用の、それこそテレビとかで使うような制作会社さんが使うようなスタジオとかも自分で借りて、ね、やって、で、スタッフさんにジョジョ園弁当を振る舞って、で、
昨日からか、つい先ほど21時まで、21時半ぐらいまでかな、やっていたんですけれども、はい。あれはね、で、僕も毎年大体何かしらの形で参加するよ、してたんですよ。岐阜から岐阜で、岐阜にスタジオを持っていて、岐阜スタジオっていうところから昔は100時間とかお届けしていて、で、去年なんかは、あれですね、ドグマさんっていうのが死んだことにして、死んでるドグマさんが死んだのをいいことにみんなが言いたい放題言うっていう、まあ、お葬式みたいなコーナーを作って、で、そこで、僕がその進行させていただいて、はい。みたいなことを、したりしたんですけれども、今年はさらにちょっと僕もコロナの方が怖かったので、行かないと。行きませんと。ごめんなさい。今回は辞退しますと。いうふうにやって、言ってたんですよ。昨日までは。昨日まで行ってて、で、ただ、やっぱりこう、応援はしたいから、ずっと配信見てたら、いや、スタジオちゃんと広くて、しかもちゃんと徹底してるなと。だったりとか。番組の内容っていうのもすごくよくできていて、めちゃくちゃ面白くて。で、見てるうちにどん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 そこに参加できていない自分っていうのが、こう、寂しくなっちゃってね。で、まあ、その使っているスタジオがどっかっていうのも、スタジオの様子から、まあ僕も使ったことのあるスタジオだったので、あそこだっていうのは理解しつつ、まあ、ドグマさんにはちょっと言いたくなかったので、ちょっと他の方とかにちょっと連絡で、ここで会ってるみたいな話の。はい。裏取りだけして、今日、一番多分邪魔にならない時間だろうな、みたいな午後の、21時がエンディングなので、そこに中行っちゃうとね、ちょっとお邪魔すぎるので、まあ、15時ぐらいか16時ぐらいに着くように、ちょっと動きまして、で、ドグマさんのところにちょっと参加しました。ちょっと別件もあったので、合わせていくような感じで、ガッと遊びに行ったっていうのが、はい、本日でございます。はい。ということで、ね、見ていた方も、いらっしゃったと思うんですけれども。はい。あ、ちょっと待ってね。今、そのやりとりの。皆さん、本当にお疲れ様でした。来年は、ちょっと待ってくださいね。ごめんね。はい、湯気親父でよろしくお願いします。はい。はい。というところでございまして、まあ僕はスパチャをね、今回もたくさんの皆さんにスパチャいただいてますけれども、私もそのドグマさん頑張れの気持ちで、まあ、番組見ながらスパチャもちょっと送りつつ、ただなんか、ドグマさんと僕はもう付き合いが長いので、ヒゲでしょ、お前金持ってんやからもっとこう、スパチャしいや、みたいな話をね、スパチャしてるっつうのにこう、突き仕掛けてくるみたいな、プロレスをしていて、で、ここぞって時には結構大型のスパチャとかをしつつも、まあ、ちょっと抑え気味にし、ヒゲラジもっと稼いでんだからもっとスパチャよこせやいいのにな、ケチくさいな、みたいな話を。こっちなんかジョジョエンベントで10万使ったやんぞみたいな。ドグマさんがそのスタッフ、演者さんだけじゃなくて、スタッフも含めて、全員に4000円のジョジョエンベントを振る舞ったんですよ。多分そこにいたのが多分、昼夜とかも合わせると、全スタッフで多分20何名、25名ぐらいか、いらっしゃったはずなので。で、そこで、まあ、ガーッと言われていて、ああ、じゃあ、今回は、じゃあ例えば食べ物の差し入れとかっていうのもまあ時制的に難しいしどうしようかなっていうので僕はまずそちらの会場に行きでサプライズでねドグマさんに会ってドグマさんびっくりしてもらってであもうそろそろ俺行かなきゃいけないからっていう形で、じゃあ一つだけちょっとやりたいことがあるわって言って、目の前ドグマさんに現生を渡すっていうね生スパチャっていうのを私やらせていただいて、賞味15分で帰ってきました。その結果帰ってきたのが、4000円のジョジョ円ですね。いくだけ余っていたので、いただきました。大変美味しゅうございました。そのジョジョ円弁当の方は先ほどツイッターの方にもアップさせていただいております。さあ、ということで、なんのこっちゃって話だとは思いますけれどもね。はい。改めて言います、ジョジョ円弁当っていうのは普通の制作現場では出ない弁当です。はい。出たとしても、まあまあまあ、そのいわゆる VIP に値するような、クライアントに値するような、お金の出し元みたいな、とんでもない人のみに多分振る舞われ、
まあ、あとはその叙々苑弁当が話題になるのは、この時期で言うと、例えば中井さんとか、元スマップの中井さんとか、木村拓哉さんとかが、医療従事者向けに、こう、ね、頑張ってくださいっていう気持ちで、ドーンと差し入れをしたみたいな、逸話のあるお弁当なんですけど、うまい。しみじみうまい。はい。ね、みけさん、お肉食べてて偉いということでね。はい。ね、本当に、うん。ジョジョエンさんは、本当、一生ついてきます、僕は。ね、よろしくお願いします。はい。ポスト、キムタクはマックだよ。あ、マクドナルドをね、確かに差し入れたこともありますよね。でも、木村拓哉さんなんか、なんだっけ、スニーカーとかもなんか差し入れたことあるよね、確かあの人。すごい洒落てんな、みたいな。はい。そんな感じの、一日を過ごしておりました。ちなみに、本当はね、だいたい3、まあ、明日も休みじゃないですか、多くの人が。おそらくは。あ、ちょっと聞いてみようか。ちょっとね、やってみたいことがあるんで、ちょっと皆さん参加してください。はい。よいしょ。今、チャット欄になんか出ました？はい。出たかな？出ないかな？あ、出たね。はい。どうでしょう？ちなみに僕、明日休みなんですけど、はい、アンケート機能でございますね。はい。そういえば、アンケートできるの知りませんでした。すいません。僕もですね、使ったことがありませんでした。はい。さあ、どうでしょう。まあまあ、多くの人はきっと、はい。休みなんだろうとは思いますけど。さあ、もうすぐ締め切りますよ。今聞いて、見ている皆さんね。はい。参加できない方もしかしたら、またテレビとかで見てる方とか、おそらく参加できないと思いますし、スマホは確認しました。PC も多分確認しました。はい。あれ？質問？質問どっち？あ、ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。質問ない？質問ないね、これ。質問の内容としては、はい。明日はお休みですか？という質問をしようと思ったんですけど、質問内容が出てない。はい、終了。ありがとう。よし。ちゃんと質問。あ、今まだ質問出せないのかな。質問文がなかった。あれ？あ、ちょっと。あ、わかりました。これでいいのか。で、選択肢追加で。これですね。これでいきましょう。これで質問出ると思う。うん。回答したらすぐで。ごめん、今ね、消した。意味は分かった？うん、もう一回、ごめんごめん。これで出てるはず。予測した。キキさん、ありがとう。ね、やっぱ皆さん、高 IQ ですから。助かります。はい。さあ、ということで、完璧。出てない？出た。そっか、やっぱ環境とかはやっぱあると、質問も出たね。あ、よかったよかった。はい。さあ、ということで、ちなみに、スパチャに関しては、この後でございます。そうですね、メインイベントでございます。大丈夫ですよ。はい。ね、ここにございますので、多分この話が多分メインになると思うので、その前段階で、ね、チャット欄の方、完璧。はい。入り直します。今の出た。これ便利。ね。スマホだからかな。もしかし、まあ人の環境、確実に多分出ないのは、テレビで見てる人は出ないはずです。で、あとはその、クロームキャスト的なやつとかでも多分出ないかもしれない。うん。まもなくじゃあ、締め切りますよ。はい。ね。皆さんね、あなたへの質問でございます。はい。管理屋さんかな？スマホはアプリの方しか出ないかもということで。うん。iPhone はいけた。さあ、じゃあ、間もなく締め切りたいと思います。はい。では、アンケート終了します。おそらくラグがあるので、ちょっと待ってみましょうか。
さあ、ということでございまして、すごいね。800人ぐらい一気に参加してもらえて。はい。さあ、まもなく多分結論が、結果が出るのじゃないかと思いますが、おいおい、待て待て待て。あ、出ましたね。はい。ちなみに明日お休みですかという質問に対して、はいが 61%。いいえ、21%。お疲れ様です。そして、FD お休みです。17%。やっぱあれかな、ここにいらっしゃる皆さんは、やっぱりこう、相当、やっぱ高 IQ な方々なのかな。もう、いわゆる FIRE、ファイヤーね。早期退職、リタイア。ね。いやいや、無職じゃないでしょ、アイルーさんね。無職率高いって。違う違う、無職じゃないんですよ。この 17% は。ね。じゃあもう、だからもう、ね、一生分の稼ぎを全うしたってことですよね。エブリデイお休みの 17% の皆さんは。いや、さすがでございます。はい。おそらくこれ、ひろゆきくんのところでやったらまた違うことになるんじゃないかな。はい。エブリデイは羨ましいぞ、と。カブさん、バカにするな、つって。上で待ってる方々です。はい。上の方々でございますね、17% は。ということでございまして、まあ、サービス業の方とかもいらっしゃると思うので、大変、明日もお仕事、お忙しい方もいらっしゃるとは思うんですけれども、はい。ぜひ我々と共に。まあ、多くの方々は明日休みということで、ぜひ、3連休なのかな。まあ、少なくとも明日休みの方が 61% いるということなので、まあ、ゆっくりと休みいただければと思います。さあ、まあ、そんな話もさて大きいですね。ちなみに私はですね、明日、じゃあ明日やればいいじゃんと、さよなら日曜ならぬさよなら月曜というところなんですけれども、残念ながら明日はですね、ちょっと違う企画が、もうすでに URL も貼ってあるんですけれども、またアマンガスをちょっと明日遊ぶことになりまして、なんと、ひろゆきくん、まあ、いつも通りだよね。神宮寺さんっていうアマンガス部って、アマアス部っていうのを主催している方にお招きいただいて、歌広場淳さんとか、あとこれも付き合い長いですね。本当に MSSP の3人とか。あと初めましての方々とか。そういった方々と、アマンガスっていう宇宙人狼と呼ばれているゲームをやります。はい。ということでございまして、配信しますが、まあ、今までも定期的にアマンガス僕やってるんですけれど、その配信同様にですね、ネタバレが怖いので、ちょっとコメントはちょっとなるべく見ないようにしつつも、遊んでいくことになると思いますので、よろしくお願いします。はい。ね。きみこさん、ひぐえさん正社員ではないとひろゆきさんが話してましたが、本当ですか？はい。エージェント契約ですか？パートですか？派遣ですか？外注ですね。はい。なぜかというと、僕の働き方は、労働基準法に引っかかると思うんですよね。人として。まあ、なので、自由裁量で働くようにになっております。はい。ね。Kさん出たっつって、ね。ベッチー浦山さん。ワクチン2回接種でスーパーサイヤ人になれると聞いたので、2回目打ってきました。あ、お疲れ様です。2回目はスーパー化するので、反応があると聞いたのですが、一向に平熱のままで反応なし。せっかくカリン様、ただの妻の先祖、ただのロキソ、準備してもらったのですが、微熱もありません。こんな状態でもスーパーサイヤ人になれますかということで、きっとなってるんでしょうね。はい。はい。害を及ぼす虫とか書かないの。はい。外虫ね。はい。でございます。でも正社員なのかな？わかんねえな。あんまり気にせず働いてました。はい。なんで、僕はだから労基に引っかからないように働いてますね。ということで、あまり真似しないでいただければと思います。あ、ちなみに僕はワクチン接種しまして、もう2週間経ちました。2回目、非常にですね、金属がくっつくんじゃないか、5G とつながるんじゃないかと、ね、いろんな話もありましたし、もちろん熱の問題、ね、痛み、あると伺っていまして、まあ、比較的アイスだったりとか、ね、凍らした、なんつうの、アクエリアスみたいなやつとか、そういうのをね、すごいフルフル、パンパンに、もう冷凍庫パンパンに、ね、詰めて、用意してたんですけれども、結局熱は出なくて、で、体の痛みっていうのも、なんか筋肉痛みたいな痛みはちょっとあったのかな？あって、ただ、気だるさもないし、食欲は普通にあって、で、
普通に、まあ、休み取ってたんですけど、これ幸いと、ずっと寝てましたね。ゴロゴロしてました。で、唯一失敗したのが、その、2回目注射打った直後に、なんか、しっかり栄養取った方がいいよ、ね、たくさん水分取った方がいいよっていうので、ワクチン接種直後にですね、割と暴飲暴食に近いぐらいの感じで焼肉屋に行って飯食ったんですよ、一人で。なぜかというと、換気がいいから。そしたら、逆流性食道炎を僕患ってるんですけど。すごい、胃酸がね、口から出るんじゃないかぐらいまで胃酸過多になるんですけど、そういう病気なんですけど、見事にそれになってですね、もうずっと、胃酸過多で、なんかやられてましたね。うん。ということで、ワクチンの、副反応と言われるものは、おそらくなかったので、可能性ですよ。可能性として僕が打ったのがワクチンじゃなかったパターン。僕のその外皮がね、非常にわがままなので、針が通らなかったパターン。針は通ったんだけど、届かなかったパターン。この可能性がまだちょっとあると。で、そうじゃなかったら多分聞いてる。はい。という状態でございますので、引き続き、なるべくですね。まあ、今日もね、結局ちょっと外に出なきゃいけない用事が、まあ、仕事があったんで正直。仕事があったんで、そっちの仕事に行く道中で、ちょっといわゆる、あれですね、陣中見舞いみたいな形で寄らせていただいて、で、すぐ抜けて。で、もう皆さんとも濃厚接触することなく、誰とも触れず、はい、そのまま行くと。いうようなことをした次第でございます。引き続き、まあ、こんな生活していければなと思っています。はい。アイルさん、脂肪注射だったんですかということで、おそらく脂肪だったんでしょうね。僕がチューって打ったら結構長い針だったと思うんですけど、まあ、届かなかったと。ワクチン届かないぐらいだから、コロも届かないんじゃないぐらいの感じで、頑張っていきたいなと思うんですけどもね。皮下注射よ。筋肉注射じゃないのあれ。あ、そうなのね。うん、俺の筋肉多分こんぐらいしかないからさ。で、こっちに脂身ね。うん。だ、見た、多分ね、皆さんが多分見たことある食材で言うと、おそらくだけど牛脂。たまにほら、贅沢な牛脂ってさ、もうね、牛脂の塊みたいなところにちょっとだけお肉ついてるでしょ。あれが俺です。はい。ということで、まあ、もしかするとだからその牛脂の中に未だにワクチンがね、あれほら油だからさ、多分周りに何も漏らさないじゃない。あ、そう、そこにこう、未だに僕のワクチンをこうやってね、タプンって残ってるかもしれませんね。はい。最後の手段なんか誰か困ってる人がいたら、そのワクチンをね、牛仕事渡そうかなと思ってます。はい。ということでございまして、皆さんもですね、ぜひご自愛いただければ幸いでございます。うん。YS さん、豚じゃんっつって。そうだっつっての、本当に。さあ、まあ、そんな、僕の一週間でございましたが、さあ、ということで、たまりにたまった、スパチャの方、行きたいと思います。そうなんです。TC さん、ナイスパでございます。銀の盾、おめでとうございます。ありがとうございます。こちらでございます。ドンということで、はい。まだ開けてないんですよ。周りだけ綺麗にね、ちょっと、撮らせていただいて、皆さんの、まさに本当に皆さんのおかげです。チャンネル登録者数が10万人を超えまして、私、銀の盾。はい。手に入れることができました。ありがとうございます。そして、ニクさん、すごいスパチャありがとうございます。こんばんは、こんばんは。初スパチャです。銀の盾、おめでとうございます。ありがとうございます。私は男も女も好きになれないのですが、ひげ吉さんのことは好きです。大好きです。ファン歴はまだ数ヶ月ですが、これからも一ファンとして応援しています。季節の変わり目でございます。ご健康に留意され、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。誠にありがとうございます。開けますか。開けましょうか。はい。ね。ちょっと俺もさ、これ、まあよくね、やっぱクリエイターさんもやるじゃない。それをさ、まさか俺のチャンネルでもできるとは思っていなかったので、いきますよ。ね。そして、すごい心温まる、ね、スパチャ。ね。ありがとうございます。さあ、じゃあ行きましょう。これが、YouTube の、銀の盾だ！あー違う！あ、違う！あれ、このくだりと知ってんな、俺。見えると思った。ごめん。見えると思ったんですけどね。
もちろん素晴らしい。ちゃんとクッションが。はい。クッションがされてて、これを取ったら出てくるよね。はい。いきましょう。これが、銀の札だ。なんかある。なんかある。なんだ。ちょっと待って、大丈夫かこれ。なるほど。お手紙ですね。すごい、でもこれ何、自家書きじゃない？スーザンだよ、スーザン。YouTube の CEO ですよ。はい。だからお手紙ですね。うん。あなたは、一番最初にサブスクライブをしてくれた人を覚えてますか？ 100 人目は？ 1000 人目は？あとはなんかすごくたくさん英語が書いてあります。最初の1行目2行目でちょっと心が震えましたね、でもね。はい。あとはなんかすごいです。はい。スーザンね、スーザン。はい。スーザン。相変わらず俺人の名前わかんねえんだよな。一回だけお会いしたんだよな、俺スーザンさんでも。めちゃくちゃ緊張したけど。一応仕事し、ね、近い、これに類する仕事をさせていただいているので、YouTube の CEO に、スーザンさんっていう人がいて、で、結構、多分大事な時とかには結構、アナウンスをしたりもされてらっしゃるから、もしかしたら今やらっしゃる皆さんにも、あの人ってそんな人なんだ、偉い人なんだっていう風になるかもしれないんですけど、はい。ね。説明雑誌なあ、そう？あなたは一番最初にあなたのチャンネルを登録している、してくれた方を覚えていますか？ 100 番目は？ 1000 番目は？Chances are you do and we know that you will definitely remember your 100,000 subscriber. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend or maybe or beef or chicken. No, beef please. Okay. I'm sorry, beef is lost. Okay, じゃあ、チキンください。はい、途中からなんかちょっと変わりました。はい、すいません。途中からはビーフがいいですか、チキンがいいですかっていうふうにちょっとフライトアテンドさんに聞かれてしまったので、私ですね、ビーフを注文したんですけれども、残念ながらビーフは切れていたということでございまして、これです！いわゆる銀の盾ですね。これ見えるかな？すごーい。すごーい。すギョい！はい。皆さんのコメントも見えてます。ヒゲオヤジの仲間たち。誠にありがとうございます。大事にします。なんか書いてあるな。コンクラチュレーションって、おめでとうって。で、なんか困ったことがあったらいつでも連絡くれよっていう感じで、なんか名刺っすね。多分あれでしょうね、きっと。なんか、電話するとすごいあれでしょうね。絵画とか買わされるんでしょうね。これ以上行かない方がいいですね、きっと。ということでございまして、どうしよう。本当に。本当。邪魔だね。ここにあるのは、今日はとりあえずここにしとこう。隠れて見えない。隠れて見えないよ。
ね。すごい、なんかいろいろ入ってますけど、ああ、あの、ちょっと嬉しいの、こういうね、あの、湿気ないように乾燥剤。はい。ね、そうだね。ボケてて、ボケてる。いやいや、ボケて、ボケますよ。はい。ちょっと後ろ、どうしよう。でも、いる、どうしよう。とりあえず今日ここにしと、今日ここにしとこう。はい。ね。こうしとけばいいですか？こうしとけばいいですか？これしかないのかな？はい。ありがとうございます。本当に、でも、あのね、置く場所がなくて、ね。どうしよう。本当悩んじゃうんですけど、すごく、冗談抜きで、皆さんのおかげですし、僕のものでもないとは思っていて、大事にさせていただきます。改めて。サンキュー、スーさん。な、ハッピーニューイヤー。これさ、あ、なんか後ろ引っ掛けられるようになってんな。引っ掛けられるようになってるけど、なんかあるかな。あ、これいけっか。これいけそうだな。もう一個欲しいな。もう一個ある？これね、あの、独り言な、これ完全に大きな独り言なんだけど。もう一個欲しいな。え？ちょっと待ってね。ごめんね。今日は抱いて寝よっか。そうだね。イエス。もうちょい、もうちょい近い方がいい。あ、いけた。いけましたわ。なんか、もう一個欲しい。もう一個あればこれね、完成するんですよ、僕のやりたいことが。あー、ダメだ。ああ、違うなあ。行きましょう。ね、こういうフックがあってさ、をかけるようになって、かけれるようになるから、これがあともう一本あれば、おそらくいけそうで、予備がないんだよね。うん。これなんだけど、あ、見えないね。これなんだけど、あれ見えないね。これなんだけど、こいつね。考えます。はい。ということで、ちょっと遊びは、冗談は抜きにして、新しく、フックが手に入るまで、ちょっと、皆さんには見えないところで恐縮なんですけども、ちょっと、これの目の前に置いときたいと思います。はい。お遊びはここまでということで、あとで、しっかりと行きたいと思います。S 字フックね。ああ、そうそう、S 字フックでございますね。はい。逆に一つ良かった。実はね、4本買って、今二つ使ってて、一個よ、二つ予備だったはずなんですよ。の、二つ目が見つかんなくて、あれれってずっと思ってます、今。はい。まあ、とはいえ、とはいえでございますよ。
改めて本当にもう一回改めて本当に皆さんのおかげです。ふつかものではございますけれども、まあ、節だらだと思いますし、節だらで2日だとは思いますが、これからも努力精進していきたいと思いますし、皆さんと仲良く、これからもやっていければと思いますので、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。ね、ネオゼスさん、スーザン泣いてる嬉し涙だ。そうだよね。まあ、そしたらちょっとすっとね、俺が涙を拭うよ、スーザンの。どうしよう。本当に。ここ、今いないですよね。YouTube の関係者の方、もしいらっしゃったら、申し訳ないんですけど、ちょっと記憶をちょっと、今日一日の記憶を全部ね、ちょっとネジ抜いてもらってもいいですかね。すいません、本当に。そうじゃないね、方々は、もうこのまま覚えておいていただいて大丈夫ですし。はい。本当にこちらから、ペチカさんもね、ありがとうございますね。ミサバコさんもね、メガタコさんとか、タコと若いセヨさんとか、タコタコで繋がるね、花山薫とかね。花山薫はダメだ。今、君の書いたセリフは、不敬罪で、世が世なら多分ね、首切られてるから。まあ、花山薫だから大丈夫だと思うんですけど。ということでございまして。改めて本当ありがとうございます。さあ、じゃあ続いてどんどんちょっとスパチャーいただいているので、読んでいきたいと思います。まずは、まあ、TC さんとかね、ニクさんとかの、銀の盾おめでとうございますに関して本当ありがとうございました。クリストフ・ベルナーさん。ひろゆきさんとメキシコに旅行した際、はい、武装した警察にストップと言われたのになぜ止まらなかったのですかということで、ひろゆきくんの慌てた顔が見たかったからです。はい、そしてももさん、銀の盾おめでとうございます。あ、レモネード第2どうぞということでありがとうございます。はい、レモネード専門店で飲むと結構レモネードっていいお値段になりますよね。でもその分なんかフレッシュなレモネード食えるじゃないか、飲めるから大変大変、美味しゅうございますけれども。ね、ぜひレモネード代にしたいと思います。パリパリチーズさん、ヒグさん、銀の盾おめでとうございます。とても嬉しいです。あ、そう言ってもらえると僕も嬉しいです。ありがとうございます。今後、チャンネルの展望はありますか？これからも、精神安定剤的な存在でいてください。応援しています。あー、確かにね。じゃあ次は、追いつけ、追い越せの気持ちで、やっぱり僕もいなきゃいけないと思うので、まあ、僕大体新年に目標を立てたりもするんですけど、やっぱりまあこれも10万人を超えた、今転機だと思いますので、まあ、新年のみならず今回もちょっとそうですね、目標を立てたいと思います。僕の目標なんですけども、これまあ結構まあね、皆さんも立てることはあると思います。まあ、1年の計は元旦にありっていう言葉から立てる方もいらっしゃると思いますし、まあ、同じような目標をやっぱり立てる方多いんじゃないかなと。特に東大首席卒業以上の成績じゃないと入会できないね、このひげわじチャンネル、高IQ集団ひげわじチャンネル、なので皆さんね、こうすごくこう生きていく上で高みを目指しているだろうと思いますので、僕の方も、今後のチャンネル含め展望をお伝えしたいと思います。僕の今年、来年、そしてこのチャンネルの目標なんですけれども、現状維持でいきたいと思います。はい。まあ一番難しい、ね。黒字にも赤字にもしない、ずーっとトントン。ずーっと横ばい。ちょっとでも下げたり、ちょっとでも上がっちゃいけない。もうずーっと。はい。私、まあその気持ちだけでですね。はい。明日も、今日と今日も昨日と変わらずに、このまま、はい、何不自由なくずっと、はい、やっていければと思いますね。本田さん、むずいのよ、本当に難しい目標選んじゃいました。僕も持ってるね、今見てる皆さんもですね、非常にやっぱり高い目標、そうですね、プラスにもせずマイナスにもしないとね。まあね、だって変な話だけどさ、まあ上げようと思っても下げようと思ってもやろうと思っても簡単にできちゃうわけですよ。ね。だからもう水平が一番難しいですから。皆様まあ飛行機とかね、乗った時にあると思うんですけど、まあ高い時のね、下る時とかっていうのもあれかもしれないです。ずっと現状維持っていうのが大変ですから。はい。まあ、
上振れも下振れもせず、ね、ここにいる皆さんと共に何の生産性もないですね、毎日を過ごせていければと思いますのでよろしくお願いします。あ、そうですね、あのマット0563とんかつ食べよう、おっしゃる通りで、心を一切揺るがすことのないね、とんかつ食べても日々とんかつ、毎日とんかつを選んだとしても心が揺れ動かないぐらいの贅沢さ、はい、ね、1500円ぐらいですか、やっぱりこうとんかつ定食ね、とんかつ屋さんでいただこうとすると2000円超えちゃう時もあるかもしれません。でもそれをスッと出せるね、ただそれ以上の金持ち、まあ、1万円以下の料理を食べなきゃ、もうなんか食べたものにグルメに値しないとか、そんな気持ちにもならずね、かといって別にそこから下振れ安いね、あの下振れっていうのは失礼だな、安いようなお値段のもの食べてもうめえと思える、毎日とんかつを何も考えずに食える、そんな日々を送りたいと思います。はい。ね。トントンでございますね。偉くもならず、ヒゲもせず、トントンで。日々トンカツ。はい。日々トントン。ね。素晴らしいことでございます。はい。そして続いて、信明さん。あ、ブラジリアン柔術をやってる55歳新婚です。ゆうきさんの本が売れてるみたいですが、ヒゲさんは本書かないんですか？ヒゲさんは結構謎が多いので、暴露本みたいな感じで書かれて売れそうな気がするんですが。あ、ひろゆきくんの本は全部僕が書いてますね。はい。あの、旦那様はひろゆきとかですね。1% 努力ですか？あ、はいはい。全部で、あの、ゴーストです。はい。ね。あの、ひろゆき自身までゴーストですかって聞かれたらゴーストって答えると思うんですけど、私がゴーストです。はい。ということでございます。まあ僕もなんかそういう意味で言うとね、結構本たくさん出してますし、結構本売れてるんですけどね。いやー、なのでぜひ私の本を買っていただければ。ね。幸いでございます。はい。ね、さあ、ちなみにどんな本、あ、漫画もね、僕書いてます。はい。漫画。怒られんだろうな、本当にこれは。これは本当に怒られる気がするな。うん、ちゃんと作者のいるからね、旦那様ひろゆきはちゃんと作者さんね、原作もいるし、作家を書いていただいてる漫画家さんもいらっしゃるので、まず劣化のごとく怒られると思うの で、そこは訂正しておきます。やっぱりはいね、それ以外のはひろゆきちょって書かれてるやつね、それは全部僕が書いてます。まあこれは多分怒られないんじゃないかな。多分ね。はい。紅茶飲んでる人さん、取り分どのぐらいですかということで、ゼロです。あ、買い取りです。はい。ゴーストは基本的にね、その印税とかないですから。はい。最初にもう、初期の3万円かな、うん、執筆代。もうそれだけもらったら、もうあとはもうずっと。あとはもう、公的な、表向きのね、著作権者に入りますから。出版社と。僕の方はもう全然だから、もう3万円取っ払いで全部やらせていただいております。はい。ね。サーロニーさん、なんだろう、嘘つくのやめてもらってもいいですかということでね。やめません。さあ、では続いていきましょう。岩ちゃんさん、あ、ステッカーですね。スーパーステッカー。ありがとうございます。ね。感謝でございます。チャンネル非通知くんさん、こんばんは、こんばんは。まずは銀の盾、おめでとうございます。ありがとうございます。今日一応になりました。あら、変なものを食べた記憶はないです。今日一日食べれず出ていく一方です。体重低下防止のため、ヒゲさんの脂肪と投げキッスをください。僕の脂肪がね、もらえるんだったら、もういくらでも投げつけてね。うん、なんかあるといいんですけどね。うん、銀行ね。前、他の方にね、欲しいんだよねって言って、お肉銀行っていうこと言われて、なんすかそれはって言ったら、そのがすごい痩せてる方で、かっこいい方なんですけど、モデルさんみたいな。逆になんか、こう、肉がつかないと。だから、冬場とか体力、まあ、寒いし、あと体力勝負の時にもちょっとバテ気味になっちゃうみたいなお悩みがあるみたいで、どっかからその瞬間だけお肉借りれねえかな、みたいな。カスカス俺が本当にいくらでもカスって、もういらないいらない、返却もいらない、もう募金しますみたいな、ということで、もしよろしければですね、ぜひお肉銀行ね、これ現実化できたら非常に皆さん喜ぶと思いますしね、やっぱなんて言ったらいいのかな、まあ僕はもう全力で協力しますので、貯金させていただきます、ちゃんとお肉銀行に、なのでぜひね、今すぐに、はい。まあ、可能であればもう5、6年ぐらい前ぐらいに、
できていてくれると大変助かりますので、よろしくお願いします。はい。Q さん、輸血みたいに腱肉ね。そうそうそう、献血。ね、そうそうそう、そういう感じで。ね、預けたいのに、やめてくださいとかね、ありますけども。うん。グラムどんぐらいで買ってもらえるのかな。ね、売血とかがね、アメリカとかではありますけど、売肉みたいな感じでやりたいですよね。グラム多分68円ぐらいですかね。はい。ありがとうございました。アンケンちゃんさん。ヒゲさんはジャニーズがお好きとのことですが、ストーンズとスノーマンではそれぞれどのメンバーがお好きですかということで、ストーンズとスノーマン、同時にデビューかな、一緒に。で、YouTube でもすごく、華やかに取り上げられていますし、どうなんだろう、俺、少年たちっていう映画見て、で、まあ、お二組とも出演されていたと思うんですけども、そういう意味で言うと、そうね、まあ、さすがにまあ、正直、ジャニーズで言うと、若い子たちっていうのは、勉強しないとなとは思ってます。はい。なので、具体的にメンバーだと誰だろうっていうのを、パーッと、岸くんかな、うん。とか、でもなんか、一人名前出すとすごく失礼な気もするので、一旦ちょっと避けてもいいですかね。はい。あ、キューラブさん、そうですね。じゃあ、キューリアブさんか。平成ジャンプの山田くん、山田涼介さん。ね、ゲームチャンネル始めましたね。僕、山田さんのチャンネルは僕、チャンネル登録者数、1000人ぐらいのタイミングでも僕入会してますから。僕だ、山田くんがゲーム実況始めて、まあ1000人ぐらいの時から応援している。まあ、子さんの、はい。山田くん YouTube チャンネルの子さん勢でございますので。ね。それ、キンプリや。本当だ。本当だ。岸くん、キンプリじゃん。危ねえ、危ねえ。危なくねえよ。アウトだよ、もう本当に。大変失礼しました。ね。すいません。いやー、ごめんごめんごめん。ちなみに僕の方の主戦場で言うと、どうしてもちょっともうちょっと上の方々になってしまって、最近僕が一番おすすめしてるのは 4U ですね。4U さん。はい。なんですかね、やっぱ4人組ってなんかゲーム実況者もそうですけど、なんか心を躍る瞬間がなんかありそうですね。さっきからまさ、子さんアピオツ、そう、まあ、なんだろう、僕スクショ撮りましたからね。うん、山田くんの。チャンネル登録しているところのスクショ撮ってますから、もう全然全然もう、はい。ね。4U は草。ね。あ、知らない。あ、知らないんですね、4U さん。あ、ご存知ないですか。ですね。なんかジャニーズジュニアっていうのと、ジャニーズっていう。まあ、多分皆さんが知っている、いわゆる先ほどのね、ストーンズさんとかスノーマンさん。まあ、キンプリさんもそうですし。いわゆる皆さんが多分ご存知のようなジャニーズの方々っていうのは、多くは大体そのもうデビュー組と言われていて、ジャニーズの方。その、ね、これからを担う方々っていうのがジャニーズジュニアっていうところにいるんですけど、ジャニーズジュニアでずっといた、4人が、いて、で、名前に U っていう名前が入っていることから、4人の U で 4U っていう、いたんですけど、気がついたらジャニーズジュニアを外れていて、まあ、かといって別に CD 出してないんでデビューもしていない。まあ若干いらっしゃるんですけどね、ジュニアの看板外れてジャニーズ所属している方って、舞台俳優系の方とかがいるんですけど、まあ、それに割と流れとして近くて、仲がいい方で言うと、キンキキッズさんとかと仲のいいですね、ジャニーズの、4人組の方々でございます。ちなみに皆さんは今、カタカナとかで 4U って書いてるかもしれませんが、正式にはひらがなで、フォで、波線の伸ばし棒の、ひらがなでゆ、波線の伸ばし棒で 4U ということでございます。のにさん、生田さん、あ、生田斗真さんとかもそうですね。はい。ということでございまして、建設さん、4U のホールコンサート行きますということで、ぜひぜひ、行かれるても、楽しいと思いますよ。ダンスがね、非常にお上手で。で、結構いろんな、いわゆるデビューされている先輩方のバックで、踊っているんですけど、その踊りとかが評価されていて、後ろ、バックを任せるのは 4U がいい、みたいなことをお墨付きもらうような、そんな方々でございます。はい。4U。あ、くもさんとかね、そう、なおさんとかもそうです。4U。ね。そういう感じでございます。はい。たまにテレビに出てます。はい。ちなみにもうご本人たちも割とそれをネタにしてるんですけど、何でもやります系の、ジャニーズで一番 NG の少ない、
ジャニーズですっていうことを、看板にして、戦ってらっしゃいますので。ちなみにこの前 M1 出てました。2回戦行きましたね。はい。2U ですね。2人で出てましたね。はい。2U として出てました。はい。ということでございまして、今日は本当に何も役に立たない情報を皆さんにお届けしたなと思います。はい。ひげらしの仲間たちさん、あ、通報しましょうか、これね。名前偽物ですね。はい。ひろゆきさんとガチ喧嘩したことありますか？ひろさんとガチ喧嘩。ないな。ないね。まあ、なんでかっていうと、やっぱ喧嘩っていうのは同じレイヤーに立ってないと、これ前もしたんだよね、この話。同じレイヤーに立ってないと、やっぱ喧嘩にならないんでね。同じレベルだから、こういう喧嘩が始まるわけですよ。ね。カンガルーとカンガルーが喧嘩する。これはカンガルー同士だからじゃないですか。ね、僕とひろゆきさんですよ。ね。僕とひろさん。ね。ひろゆきくん、僕。レベルが違う。本当に。ね。もう一回言いましょうか。ひろゆきくん、僕。レベルが違う。はい。ね。ということでございまして。はい。じゃあ、銃を向けたのは何なのかと。ね。はい。という話もありますけども、銃は向けました。はい。ガチ喧嘩ではないですね。はい。うん。というところでご勘弁いただければと思います。まあ、ヒロさんが喧嘩することも俺見たことないしね。ヒロ一見喧嘩するのは相当難易度高いと思いますよ。そもそも論ね。はい。ということでございまして、続いていきましょう。RT さん。ギシャン、はい、こんばんは、こんばんは。ギリの盾おめでとうございます。ありがとうございます。はい。首はどこに行ったんですかということでね。あ、今ちょっと預金してます。はい。ね、預けてます。ね、多分、来月あたりに利回りが満期を迎えるので、多分ね、倍になって帰ってくる予定なので、今はだからちょっと首を今預けてる状態でないです。はい。ね。回りもしませんし、ないです。ということでございまして、はい。間もなく帰ってくると思う。その時はまたお帰りって言ってください。ね、首に対して。はい。そして、ベルさん、ナイスパです。こんばんは、こんばんは。ひろゆきさんと岡原さんの対談ご覧になりましたか？ 90 年代の音楽ってよかったですよね。ということで、噂は聞いてるし、ひろゆきくんからも、ちょっと岡原さんとやったけど、あの人面白いわっていう感想まではいただいていますが、まだ見れてない。皆さん見ました？ひろゆきさんと岡原さん。どんな内容だったんだろう。ね。岩ちゃんさんね、肉銀に預けて、その肉銀だったかな、肉銀、首銀かもしれない。預けました。倍にしてね。今すごいだから首が不足してるんですよ。なのでぜひ皆さんも我こそはという方はぜひ預けていただければと思うんですけど、見た？カハラさんとやってたね、意味深見てないよ。見た。友達さん面白かった。今の友ちゃん素敵すぎ、素直すぎ。塚さん今日見ました。横浜さんしっかり見れてない。リオンさん見たよ。あ、結構でも見てる方多いですね。ね、高木さん、さかなクンさん見た、ありがとうございます。はい。ね、寄付ではないのね。寄付したの？一緒になんか寄付かなんかすんの？ゲンマちゃんさん見てない。小熊組さん、ラード一斗缶で帰ってきそう。あ、首の話ね。どう見た？見てない。半分ぐらい見た。半分ぐらいで見終わるのが一番気になっちゃうけど。ああ、そう。どうでした？面白かったの？ Q さん、ともちゃんには幸せになってほしい。ソラリクさん、川原さん気取らなくて素敵だった。あ、結構でも昔からこうサバサバとしている方で、そうそうそう。ごめん。見たか見てないかっていうより、見た人どうでしたっていうのが聞きたくて。見た方がいい？横浜さん、長い？長かった。結構、あ、すごいしっかりした対談だったんだ。小池さん、見ましたよ。正直すぎる、ともちゃん。ちょっと気になってきた。てくてく、前編見た、前編なら見た、あ、前か。すべてだ、今の感じになってるよ。愛さん、原銀。あ、銀行ならね、確かに。あ、面白かった。今日のはまだ。パンパンにあった。面白かった。ヒゲさんより大きいかも。あんまり面白くなかった。この配信の後見てみますよ。気になってくるな、そうなってくると。まあ、確かにね、ヒーローさんも言ったかな。今、カハラさんってちょっとふくよかになられてるって話は聞いてて、でそこを、なんか、どういじってくんだろうみたいな。
でもね、割とね、相性はいいと思います。今のコメントの感想を聞いて、ひろゆきくんって、まあ、嘘が嫌いなんですよね。だから取り繕うのが困っちゃう。まあ、それが本音なのか、そうじゃないのかっていう二択をまた考えなきゃいけなくなっちゃうからだと思うのね。素直に話をしたいと。で、聞きたい質問に対して、まあ、明らかに答えてもらえるから、ひろゆきくん大満足なわけですよ。彼の疑問っていうのを全部解決してくれるわけでしょ、香原さんは。だって、ひろゆきは香原さんに対する質問をしてるわけだから、香原さんが答えられない質問は基本的にないわけですよ。まあ、それは他の方々もそうです。対談をしてる場合って、相手に対する関心、興味事を掘り下げるために質問をするわけね。で、それに対して、どう答えるかによって、ひろゆきくんの満足度っていうのは、ひろゆきくんの満足、まあ、普通の人もそうだと思うんですけど、満足度って変わってくると思うんですけど、多分今の流れから言うと、結構明らかに全部、香原さん語ったんじゃないかな。これはひろゆきくん楽しかったと思うわ。うん。ということで、がぜん興味が湧きました。ね。で、ひろゆきくん、なんだろうな。ちょっとまあ、知っての通り性格悪いじゃないですか。まあ僕も性格悪いんですけど、なんか、ギリギリこのボールって取れますかみたいな球とかも投げるわけよ。いろんな角度から。だから、彼は論点ずらしとか言われがちなんだけど、彼はただ単に、こういうボール投げたらどういう反応が返ってくるんだろうっていう。じゃあ正面から投げてやろう。ちょっとカーブかかして。ね、聞かしてちょっと曲げてやろうとか、一回バウンドさせたらその球どうなんのとか、彼はそれを投げた上で相手がそれをキャッチできる、取りこぼす、無視する、みたいなところを楽しむ悪い性格の男なんですね。うん。そういう意味で言うと、カーラさん全部取ったんじゃないかな。とんでもないボールとかも。ね。ということで、おそらく面白いと僕は判断しました。はい。ということで、あやさん、違う、マリア、アベマリアさんか。アベマリアさん、ヒロさん、頭がいいがミーハー。あ、高木さん、性格は悪い子、性格は悪いです。彼も悪いし、俺も悪いです。ビビさん、確かに素直に話してくれる人と、お互い素直に話してると満足感ありますね、ということで。セキララ、ね、困っちゃう場合もあるかもしれないですけど、ま、変に、飾られるとか、何かしらがあるからその質問に答えないっていうのって結構疲れるじゃないですか。そう考えると、うん、多分楽しかったんじゃないかなと思ったので、ちょっと私も読んでみたいと思います。ネットの記事さん、お疲れ様です。ゲン生バラマキお兄さんということで、ああ、ありがとうございます。ドグマさんのところにね、じゃあゲン生じゃない、あれ、生スパチャです。はい。目の前で現金渡したからね。生スパチャお兄さんでお願いします。まあお兄さんとしてもないけどね。はい。ネットギーさんナイスパでした。そして安チャンネルさんありがとうございます。ごきげんよう。ああ、ごきげんよう。声が落ち着きますね。ありがとうございます。たまに聞きながら寝落ちしております。いつもありがとうございます。一番嬉しいです。基本的には僕この日曜日っていうの22時15分から配信をすることが多いんですけど、それは基本的にその土曜日曜とかで翌日がねまた平日が始まっちゃうとちょっとねつけないよね、もうどうしようゴロンゴロンゴロンみたいな中で、なんかじゃあちょっとまあ寂しいから音でも流すかっていう時にすごいノリのいい音楽だったりとか、もしくはめちゃくちゃ面白いトークとかを聞いちゃうと、そっちに興味が惹かれて眠くなるじゃない、あ、眠く寝れないじゃないですか、ますます。なのでクールダウンしていただくためにやってるところがあるので、もうね、よかったらもう、聞きながら寝てもらえるのが一番嬉しいです。はい。ぜひ皆さんも、再生リストもね、ご用意させていただきます。ひろゆきくんと僕だとまたキャッキャウフフしちゃって、それはそれでまた、ひろゆきくんというね、存在がやっぱりどうしても、エッジの聞いた、話が多いので、耳奪われちゃうかもしれません。僕のひげおやじ一人トークみたいな、再生リストがあるので、ぜひそれ聞いてみてください。ほんとね、何一つね耳に残す必要ないからね、気楽に見れる上に言ってる内容も何の役にも立たないから聞き流してもらって全然大丈夫です。はい。今ここにいらっしゃる皆さんの大半はですよ、時間を無駄にしたいか、やすさんみたいに寝落ちしたいから聞いてるだけですから、はい。ぜひぜひそのままゆっくりと寝ていただければ幸いです。おやすみなさい。そしてほほほふふさんすごい名前。
オーストラリアドルかな。はい、ナイスパありがとうございます。ね。そして続いていきましょう。あれ？あ、飛んじゃった。やべ、このペースじゃ良くないのか。ちょっと待ってくださいね。あ、このペース良くないわ。ごめんごめんごめん。こんなに来てた。はい、ミミさん。ね。おめでとう。あ、ありがとうございます。ございます。はい。ゆうさん。はい。メガネは時々で使い分けしていますか？これからも応援しています。ありがとうございます。まずは、ありがとうございます。僕はメガネは2つ持ってます。1つは今、いつも使っているこちらのメガネ。まあ、このね、体験の時には必ずこれをつけてるんですけど、一応もう1個、シルバーの、いわゆる金属フレームタイプのメガネっていうのを持っています。で、これは、温泉入る時用に作りました。ね、硫黄泉とかさ、成分によっては、まあどうしてもこういうタイプだと色が落ちちゃったり、前使ったメガネがまさにそうだったんですけど、色落ちたり変色したりとか、でしかも落ちない。で、いうので、ちょっと困ってるんですよねっていう相談をしたときに、このメガネ作るときに、じゃあ同じレンズなんですけど、二つレンズ作って、で、一つは、この普段使い。もう一個は、フレーム用。お風呂用みたいな感じのフレーム、金属フレームのものに、を勧められて、やってるんですけど、結論から言います。これ、風呂入るときメガネ外すんですわ。騙されたね。うん。気づいたんだよね。作ってから、出来上がってから、あ、これからお風呂入るときはこっちのメガネつければいいやと思ってたんだけど、風呂入るときメガネ外すよね。ねえ。気づかないもんだね。気づかないもんだね。なんでね、未だに僕のメガネは、金属の方は、ピッカピカ。ピッカピカでまだ、何一つ傷のない状態で、メガネケースの中にしまわれております。はい。まあ、何かあった時ね、何かあった時には使いたいと思いますね。はい。ね、なおさん、私も外すよ。地球人のようにさん、サウナも外してます。はい。多分金属フレームの方が余計良くない気がしますね。でもそっちの方は。完全に温泉用として作りました。うん。ゆうさん、メガネつけながら入るよ。あ、でも、露天風呂とかに、もし行ったらね、見てください、この素晴らしい夜景を、みたいな、そういう、なんか星空の中で入る、なんか露天風呂みたいなのが、あるところだったらもしかしたら行くかな。まず旅行行けないよね、今ね。お返しします。ただ、お風呂でも、あまりにも目が悪いと危ないじゃないですか。それこそ湯船とさ、その洗面所みたいなの、なんかその段差も見えないとかさ。そういった時は、メガネ絶対必須だと思うので、そういった方はね、メガネ使い分けるといいんじゃないかなと思います。はい。なおさん、やけどするよ。そうそう、金属はね、やけどしちゃいますからね。うん。相性良くないよね、きっと。はい。ということでございます。じゃあ、続いていきましょう。アーチャーさん、アニメの必殺技で欲しいのは何ですか？私は笑うセールスパンのドーンですね。欲しいです。活用法不明ですが、あれ、難しいですよね。こうか。ドーンですね。アニメの必殺技で欲しいのって何だろう？スカーフさん、コンタクトは使ってません。ごめんなさい。必殺技って何がある？天空ペケ事件とか？ドラゴンボールの、こういうやつ。もしくは、なんだっけ、クロスファイヤーだっけ？ジョジョ第一部の、ディオに凍らされた人。最初はこういう動きで、チョップをする技だったのが、初代ジョジョに、頭突きをされることによってその技を解除されちゃったんで、そこから改良を加えてペケになったっていう。うん。デスノートが欲しい。本田さん、アンパンチだな、でもな、確かにこのまま。うん。スティーブ・ショボスさんはザ・ワールド。ね、ゆこのさん、なんだろうね。三沢さん、カメハメ派。萌えさん、キンキン・ケロン派。キューさん、ゴムゴムの実。うん。マーさん、ザオリク。あ、ザオリクか。確かに。MK さん、ザワールド、ディオのザワールド、キエンザン、ね、クリリン、カメハメハ、竜巻旋風客、ね、スト2の竜ですね。まあ、剣でもいいですけど、アイカさん、元気玉、あ、ザワールド多いな、デスノート、ザワールド、本田さん、カレーパンマンが吐くやつね、おろろろってですね、ピムさん、元気玉、
俺友達いねえから元気玉多分成長しねえんだよな。玄米さんバールスね、うん。ヘラニクミソさんマイチングマチコ先生かな。月に変わってお仕置きよね NT さん。ナオさん両腕飛ぶやつ。ロケットパンチかな。うん。ジロさんメルモちゃんの赤い玉と、ごめんねちょっと年齢層高くねここ。年齢層高くない？いやいや、あの、カメハメハとかね、あの、ワンピースとかの技だったら、まあいいのよ。まあ、パルプンテとかも、まあ、未だにね、元気だけど、あの、メルモちゃんとか、まあまあ、んっていう、いくつか、黒竜派ね。はいはいはい。これは、幽遊白書かな？うん、秋山さん。ね。スティーブ・ショーボさん、ドラえもんって必殺技、あれは、腹から出すの全部必殺技なのかな？うん。中村さん、顔ちぎりつける。ね。ああ、アンパンマンですね。テクマクマヤコン。なんだろうな。やっぱちょっとだけあれですよね。なんかお話聞いてる感じだと、ちょっとあの、高めですよね。外角なのか内角なのか置いといても。まあ内角かな。内角高めですね。インハイですわ。うん、えぐるような感じで。ついてきますね。うん、大リーグボール2号とかね。巨人の星ですからね。はじめっちさん、本当に。まあ、こう、ライバーカオル、ここまで鬼滅ゼロ。やっぱ年齢層高いんだろうね。うん。ねえ。鬼滅ゼロは年齢層高いね。うん。もう完全に低めの球1球もなんか、ね、来てないもん、本当に。みんなハイボールばっかり、本当に。バット振らせる、こっち。ほんとね。うん、島手さん、オキシジェンデストロイヤーね。私は、あれが最後の5時だと思いませんよ、僕も。ね。鬼滅ゼロはすごい。ね。ミスターさん、5歳だよ、っていうね。そうですね。鬼滅がわかんない。いやー、まあ一応、流行り、すごいもう、すさまじい興行収入をね、叩き出したの、鬼滅の刃を。まさかここまでね、あのソーシャルディスタンスを保って付き合ってる方々がこれだけいらっしゃるっていうのはね、やっぱ素晴らしいことですよ、やっぱり我々。うん。ね。よしさん、今日やってたよね、鬼滅。ごめん、見てないわ。ごめん、見てなかったわ。そうか、今日やってたんだね。いやー、すギョい。うん。ね。マギエさん、鬼滅って何ですかということでございましてね。はい。いいんじゃないでしょうか。あ、やっと来ましたね。無色の呼吸ね。かまとつさんね。はい。いやー、ということで、必殺技、なんだろうなー、ほんと。なんだろう。一番多分俺が発動した必殺技で言えば、多分ギャラクティカマグナムなんですよ。まあ、殴るだけなんだけど、ズバコーンっつってね、ギャラクティカマグナムっつって、あ、これわかります。リングにかけろっていうね。あの、車田正美先生が、セイントセイヤが、売れる、ま、当たる前にやっていたあのリングにかけろっていう素敵ボクシング漫画がありまして、そこに出てくる必殺技です。ギャラクティックマグナムね。はい。いわゆるストレートパンチです。はい。ね。ギューシストさん、いいね。いいね。ベノン。はい。ザーザードザードスクロノローノスーク、四国眠底に燃える地獄の光景、我が剣と鳴りで敵を滅ぼすベノンですよね。はい。まあ、ベノンかハーロウィーンはやっぱ必修ですからね、僕らの世代は。あ、これはバスタードっていうね、萩原先生の、漫画、昔少年ジャンプでやって、3巻4巻ぐらいで、ちょっとカルスとかの、周り、カルスじゃなかったな、あれは。あれ誰だ？まあ、いいや、物議をかましてね。うん。単行本は最初の方に出た初版版と、それ以降でちょっと修正が走ったりとかしてるね。そういう作品でございます。はい。ね。ということで、じゃあ僕はベノンでした。なぜかというと、栄翔までできるからですね。はい。うん。しかし、ハーロインいいよね。ハーロインいいですね。はい。ザーザーとザーザーとスクローのローのスーク、漆黒の闇の底に燃える地獄の豪華よ、我が剣となりて敵を滅ぼせですね。はい。皆さんもぜひ覚えておいていただければと思います。はい。多分僕のちょっとした世代が、あれですね。名前ど忘れした。名前ど忘れしたよ。完全に、スレイヤーズだ。スレイヤーズの栄翔を全部言えるようにね。はい。僕らのカテゴリーのね、一個世代、若い世代は。はい。ドラグスレイブがね、そうそうそう、テクテクさん、そうです。スレイヤーズ。
リナインバースね。はい。できるように、僕らの世代は多分バスタードはもう必修科目として。はい。もう全員が英称できたので、みんなベノムは使いましたから、だから。はい。ね。味噌箱さん、ロボコンパンチは0点です。はい。ロボコン0点です。ということでございまして。あ、デビルマンもいいな。デビルマンはあれですね。パンチ力。デビルチョップはパンチ力ですからね。はい。デビルチョップがいないじゃん。デビルチョップにします、僕。はい。アイルさんね、このペースではいけないっていうことを先ほど言ったにもかかわらず、このボリューム感で喋ってしまったのは、僕のツボに刺さったせいです。ごめんなさい。アイルさん、そして、こんなステッカーあるのね。はい、うんこステッカーありがとうございます。はい。そして、小熊組さん、ナイスパです。こんばんは、こんばんは。最近、ヒゲさんの配信前に寝落ちをしてしまいます。今起きました。はい。いや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 、別にいいんですよ。うん、おそらくですけど、こう、リアルタイムに見てる人の方が少ないですから、ね。だって今が1800人ぐらい、すごいありがたいんですけれども、で総再生で言うと2万とか3万弱ぐらいに行くじゃないですか、今日日。ありがたいことに。ってことを考えると、だいたい 10% ぐらいなんですよね。総再生数の 10% ぐらいがリアタイ組で。で、それ以外っていう動画で見てる方の方が多いので、何も気にせず、俺の配信見なくて寝れるんだったら全然寝た方がいいし。うん。まあでもね、見に来ていただけるの大変嬉しいですよ。ということで、ナイスパでございます。はい。なおさん、これは録画ですか？録画です。はい。ね、まあ、ひろゆき派閥は全部これをね、ライブ配信を全部録画というっていう悪い癖があるんですけれども。はい。ただ、今のロジックを使って僕らは録画だっていうふうに説明をしています。はい。ね、ピグマリブさん、ナイスパです。銀の盾おめでとうございます。パチパチということでありがとうございます。ね。銀の盾。思ったより、片手で持てます。昔のね、銀の盾って、なんかもっとね、重かったはずなんですよ。うん。おそらく、5、6年ぐらい前、金の盾もそうなんですけど、金の盾も重かった。縁あって金の盾持たせていただいたことがあるんですけど、昔の金の盾はえらい重かったっすね。うん。今の金の盾ちょっと持ってみたいから今度フランスにね、帰ってくるときにはぜひ、ひろゆきくん金の盾へ持って帰ってみてほしいです。もう売ったかもしれませんけど、彼は。はい。とはいえ、ありがとうございます。嬉しいです。そして、ミナンジータさん、銀の盾おめでとう。ありがとうございます。ひげゆきさんも銀の盾おめでとうございます。本当にありがとうございます。つっちさん、銀の盾おめでとうございます。かじってくださいということでね、つっちさん。はい。俺のだからいいよね、別にかじるのは。でも、ここなのかな、かじるべきは。だとすると、ここまで口入れなきゃいけないじゃん。なんか、みたいな感じでいかなきゃいけない。でも、なんかね、多分結構傷つきやすいと思うよ。なんだかんだ。ね。その、だったりするから、かじると歯型つきそう。そんな本気でかじんなよって言われたら、そうだね。うん。ということでございまして、銀の盾、ありがとうございますね。おめでとうっていただいてありがとうございます。かじるのはもうちょっとだけ、時間ください。はい。もしくは、俺が、ね、愛知に行った時に、市長に会う機会があったら、かじってもらいます。はい。玄米茶さん、ね、メープルショップ大好き、ありがとうございます。はい、頂戴いたします。ナイスパでした。山本愛さんも、スーパーステッカーありがとうございます。はい。ピグマリモさん、傷つきやすい。私と心と一緒だっつって、ね。みんな傷つきやすいから大丈夫だよ。ね。ガラスの10代だからみんな僕らね。僕らは。ね。壊れそうなものばかりね、集めてしまうんですよ、僕らは。そして、07113、初です。ありがとうございます。おめでとうございます。初なのに祝っていただいてありがとうございます。071、セブンイレブンさんかな？うん、7時オープン、11時クローズだったよね、昔ね。だからセブンイレブンだったよね。なんで24時間やったの？じゃあ2、4でいいじゃん、みたいな。2、4だと違うんだよね、でもね。2、4だったら2時にオープンして4時に終了しちゃうから。うん、ごめんなさい、ごめんなさい。ね。はい。そしてトントンさん、ね。あ、スーパーステッカーおめでとう。ありがとうございます。はい。
そして、コウムガグミさん、銀の盾おめでとうございます。ありがとうございます。改めて、感謝、御礼申し上げます。そして、アラマ、ヒロノキさん、ヒロユキ、切り抜き衆さん、ヒゲさん、銀盾おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。ヒロノキさんって、結構、もう、チャンネル規模感、でかくなってなかったっけ？ね。もらえんのかな？切り抜きチャンネルってもらえんのかな？もらってんだろうな、きっとね。はい。とはいえ、ひろぬきさん、ひろゆき切り抜き衆さん、ありがとうございます。ね。そして、メルセデスさん、ひろゆきさんに銀盾噛んでもらって交換しましょう。その場合は、でも俺がかましてるから、交換してもらえないんじゃない？ずっとひろゆきくんの歯型が残ってるってことでしょ？今見えてない、見切れてるけど、銀の、俺の銀の盾に、ひろゆきくんの歯型がずっと残るでしょ？ありっちゃありなんだよな。ありっちゃ。まあ、俺の、だから、なんだろう、一生のお願いを、ね、一緒の、まあ、対人で、ひろゆきくんに一生のお願いでやってもらって、で、あの人とか、この人とか、ね、なんとなく、名前が出てきそうな、クリタさん、みんなに歯型つけてもらおうか。歯型まみれ。でもその代わりでも、その歯型も、一つ一つがもう、100万人超えるようなね。もう、なんだったらもう、1000万人みたいな。もう、ありだな、じゃない。ない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 。もう、スーザンが悲しむからやめよう。はい。ね、大事に、大切に扱います。はい。ね、月さん、嫌だよ、気持ち悪いよ、ってことでね。ほんとそうだよね。うん。そして、西もさん。ね、おめでとうございます。オロナミン C 隊にどうぞ。ありがとうございます。今日、正直ね、ちょっと、オロナミン C が今、欠品してたので、めっちゃ嬉しいです。はい。オロポ、ちょっと今日はできなかったんですよね。なので、改めてナイスバでした。ありがとうございます。紅茶飲んでる人さん。はい。銀の盾、おめでとうございます。ありがとうございます。副賞は Mac の無料券？ Google のポテトチップスはゲットできましたか？ということで、Google のポテトチップスは、瞬殺だったみたいね。なんか1万ぐらい？うん。ね。皆さん知ってます？ Google のポテトチップス。確かあれ、無料でね、プレゼントされるっていうので、1万個ぐらい用意されたんでしたっけ？はい。で、そこら辺がだから、皆さん、あ、何それってやっぱり多いんだ。ね。ね、なんだっけ？ね、Google、ちょっと待ってね。そっか。Google ポテトチップスでググってもらうとわかるんですけど、Google オリジナルのポテトチップス。1000個追加の抽選は本日9日から。Google が予告するスマートフォン、Pixel 6にちなんだオリジナルのポテトチップスがプレゼントされる Google オリジナルチップスキャンペーンっていうのが今やってますと。で、最初、先着1万名のプレゼントになっていたけれど、応募が殺到してすぐに受付が終了されちゃって、で、改めて今また再開しました。追加で。ただし1000個。で、かつ、まだやってんだ。17日9時からスタート、30日18時まで募集してるそうなので、申し込みをすると、応募には参加できるかも。どこが作ってんだろうね。そこはわからないわ。どっかあんのかな？ Google 純正ポテトチップス。あ、でも食べてみたっていう記事が PC、僕の大好き PC ウォッチさんに出てるな。あ、すげえ、ちゃんと箱がすごい丁寧な箱に入ってる。ということで、気になる方は、Google ポテトチップスで検索すると出てくると思います。松浦食品という静岡の会社による国産であることも分かってるぞ。なるほど。ポテチの紹介動画では外国人が起用されており、このキャンペーンはワールドワイドなものかと思っていたが、海外の報道を見るにつけ、どうやら日本独自のキャンペーンのようだということで、国産だそうです。あ、裏面も確かに同等の成分表、583kcal、味に関しては、至ってプレーンな塩味。慣れ親しんだ味である。ね。ということでございます。はい。気になる方はぜひ、皆さん、応募してみてください。はい。ね。
エチカさん、半導体の味はしないそうですね。そうそうそう。ね。だから、ピクセル6が新しいチップが乗ったんですよ。その CPU というか。で、確かそこら辺にかけたチップといえばポテトチップみたいな感じの、いわゆるダジャレでございますね。はい。なんで、まあ、とはいえ別に、皆さんはポテトチップスを美味しく食べれば、それで OK でございますので。まあ、あ、ちょっと興味あるなとか、まあ、1万1000個しかないわけですよね。結局追加も含めても。なんでまあ貴重な体験と思われれば、まあどうせ無料ですし、応募してみてもいいんじゃないかなと思います。はい。そして、市村さん、ナイスパーです。銀の盾おめでとうございます。ありがとうございます。次は金の盾ですね。そうね。頑張りたいと思います。ね。俺の予想で76年後ぐらいですね。はい。このペースでいくと。はい。ところでヒゲさんは、初めて登録した人、100人目、1000人目、覚えてますかということで、もちろんです。僕のね、サブアカ、3アカ目、4アカ目ですね。はい。切り板は全部僕が撮ってます。はい。ね。ちゃんとスクショ元残して。はい。ね、ちょっと調整なんかもしてね。僕が撮った時101人になった時には、僕の持ってる副アカを、まあ、15個ぐらいこう消して、で、もう一回付け直したりとかして、綺麗に100人目になるように、調整してましたので。基本的にはそうですね。全部僕。まあ、正確にだから10万人っていうのも、99,999 は僕のアカウントです。あなただけです。登録してくれてんの。今見ている、私と思ったらそこのあなたです。そうです。あなただけしか、このとチャンネル登録してる人いません。残りは全部僕です。本当って思うかもしれませんけど、もう、まあね、皆さん、チャンネル登録されている方、まあ、されてない方もいらっしゃると、まだいらっしゃるとは思うんですけども、はい。あなただけです。残りは全部、僕なんで、すごいだから人気あるように見えるでしょ。ナイス。はい。ね、なんで、これからも、どんどんね、福岡作って、金の盾、持っていければと思います。はい。ね。Google さんが聞いたら真に受けないでください。本当に。福岡とか、スパムみたいな感じのアカウント登録は、良しとされておりませんので。はい。ね。あ、チャンネルメンバーシップ、あ、全部僕です。はい。あなた以外は全部チャンネルメンバーシップ、僕ですから。ね。今一生懸命コメント書いてますから、僕、それで裏で、ね。いや、大変なんですよ、本当に。こう、何もしてないように見えるでしょ。なんで僕は手を映さないか。ね。ここに2台のキーボードで僕はもう、本当にもう、ずっと打ち続けてるわけです。カタカタカタでね。音にならないキーボードを。それでもあたかもこうなんか今ねコメント書いていただいてるようになってますけれどもね、実際にはそういうことで、まあ本当に恥ずかしいですね。でもね、そうやっぱり公の場でこういう話をしちゃうのは、うん、心も痛いね。でもやめません。はい。ね、そしてネイルとコーヒーは最強さね、あ、素敵なステッカーありがとうございます。レインボーですね。はい。そして西本さん、おめでとうございます。メープルショップ代どうぞということで、あ、ありがとうございます。メープルショップ代にもさせていただきます。そしてもちさん、銀盾おめでとうございますということで、ありがとうございます。国番組さん、ひろゆきさんの嫁さんへということで、あ、それね、一番困るパターンのやつですね。まあでも僕、ひろゆきさんの奥様に対してはご飯一回ご馳走してるはずなので、それで相殺させていただきます。じゃあ、よかったよかった。うー、危ない危ない。本当に。ね。万超えるとさすがにね、おごんなきゃいけなくなるんで、万振り込みがあった場合にはまた検討させていただきます。はい。ね。じゃあ続いていきましょう。ベルさん、10万人おめでとうございます。ありがとうございます。ヒゲさんが総理候補になったら、どんな政策でアピールしますかということで。1日4食ですね。はい。僕が総理大臣になった暁には、朝昼晩晩を徹底します。ね。朝昼晩晩です。はい。大体皆さん晩ご飯を重めに食べてると思うんですけど、それをもう一回食べていただきます。まあ、なので、基本的にはだからあれですね、まあ、梅を増やせよみたいな昔スローガンがあったと思うんですけども、まあ、声よ太れよというスローガンでいきたいと思いますし、もちろん だから3食で食を上げてしまったね、その日4食目食べなかった場合には、ね、ご紹介の方で、隣組制度を復活させますから。で、食べなかった人はもう強制的にですね、隣人からこう、通報され、ね。で、最終的に首までね、全部地面に埋めて、口を強制的に開けて、そこにずっとこう、白米をね、詰め込むっていう、
そういう罰が待ってますので、ぜひ皆さん1日4食。はい。ね。やすさん、メープルも絶対。メープルも絶対です。はい。ね。ということで、食べようと。ね。僕がまだ立候補した時の、だからスローガンは、ちょっとこのぐらいのね、ここら辺にちょっとあるじゃん、ポスター。センターにこう置いちゃうと、いろいろ、ね、ないから、ちょっと外した形で、ここにね、ここに大きく、ね、3文字プラス句点ですね。食べよ、句点。力強い形のコントで、お願いします。はい。ね。あと、一家にしてサウナですね。サウナと水風呂支給します。はい。ね。1人1台。1人1台。皆さんの家をちょっとずつ拡張して、はい、強制的に拡張させていただいて、サウナと水風呂導入させていただきます。はい。これはもう強制です。はい。どんな人、ね、家のない人はまず家からですね。まず家用意します。はい。ね、サウナ付きの家用意します。全員に。はい。さあ、ということで、国馬組さん、嫌だよ、そんなの。ね。こちらのでしたカナダさん以外のメープルってあるん、あ、全然北海道とかありますよ。はい。ということでございまして、ね、強制メープルね、強制サウナね、立候補しちゃダメです。ちょっと何言ってるか分かんないですね。罰金かね、アジオマニアおめでとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、ちゃんとね、多分任せてください。無理やりドライサウナっていうのもしんどいと思うので、いわゆるミストサウナとか、低温サウナね、40度、50度ぐらいのじんわり温まるような、まあ、それは皆さん選んでいただいて結構でございます。まあ水風呂って言ってもね、実際には水風呂じゃなくて普通に風呂入ってもらえればいいわけで、水溜めれば水風呂になるし、お湯溜めれば風呂になると。まあ、もうすでにね、風呂桶があるところは、二つ目が欲しければ差し上げますけれども、普通いらないと思うんで、僕は欲しいです、ちなみに。ね、普通の熱々のね、お湯が入っているお風呂と、キンキンに冷えた、冷たい水風呂の交互浴っていうんですね。はい。温冷浴っていうのをやりたいと思うので、はい。ぜひぜひご興味ある方は、僕に清き一票の方よろしくお願いします。はい。ぐらいかな、なんかあるかな、なんか欲しい政策あります？ね、岩盤浴がいい。あ、岩盤浴でもいいですね。はい。ね。ビグマリオさん、それを置く家ももらえますか？もちろんです。はい。スペースがなければ作らなきゃいけないので。なので多分ですけど、自分の家に今置くスペースある方、多分誰もいないと思うんですよ。なので、一部屋増やします。隣の部屋をあなたの部屋にします。はい。ということで、行きたいんですけれども、あ！来ました。さあ、皆さん、お待たせいたしました。ヒゲオヤジと仲間たちチャンネルの唯一の大河ドラマ、こちらでございます。今週の、牧村さん！さあ、ということでございまして、恋に恋して恋焦がれる男、牧村さん。日々ですね、毎週のように、変わっていく、彼女、彼氏の関係、彼氏、彼女の事情をですね、赤裸々に紐解いていく、そんなコーナーでございます。それでは行きましょう。今週の牧村さん。ヒゲさん、彼女と親と家系ラーメン、吉村屋に行きました。先週は二郎ラーメン VS 一蘭で宗教戦争になりましたが、なんとか家系ラーメンで講和条約が終結されそうです。条約には入れた方がいい項目とかありますか？と。素晴らしい。いやー、これはね、どうしよう。やっぱ家系ラーメンであれば、やっぱこう将来数はまあもう条項としてね、必須な項目だと思うんですけど、海苔、ほうれん草。いやー、チャーシューまで行くともうあれだよね。ほんと先進国同士の条約だよね。こればっかりはね、いやー悩むなー。皆さんだったら、家系ラーメン食べるとき、何を条項にしますか？条約として、含みますかって話ですよ、これは。牧村さんから皆さんへの質問です。ね。
何条約入れますか？将来数条約はだから必須ですよ。これ逆に将来数条約結ばなかったら戦争ですからね。家系ラーメンに対する。ね。もうこうなるともう大変なことになりますから。いやー。ただ、まだ始まったばっかりなんですよ。本当に。煮卵ね。あ、確かに。スイーツマンさん、残り汁で水餃子。あ、これは先進的な提案。ね。SA さん、家系は海苔、チャーシュー、温玉、ご飯。ね。海苔増し。やっぱね、その油を含んだ海苔ってね、異常にご飯と相性がいいんですよ。あと、ニンニクね。スーパーニクさん、過去のことは忘れる。かっこいいな。うん。ネギが、ネギ、もやしね。確かに。うん、クモさん、チャーシューは必須。ね。さあ、もやしタワー、メルセデスさんはもやしタワーを、あ、もやしタワーとかね。小熊組さんは家系いいですね。ほうれん草、海苔と。ホイハさん、ヒゲさん、銀の盾、ありがとうございます。はい、皆さんのおかげです。ね、ポンさん、ニンニクのライブ感知ってるね、わかってますね、そう。ニンニクのライブ感をね、味わうためにはね、家系ラーメンの油に浸した、ひたひたのデレデレの海苔ね。それと、ライブ感あふれるニンニク。それと、小ライスでマリアージュするわけですよ。味が濃くなったデレデレの海苔で、ニンニクと、ライスをくるんであげて、ちょっと固めのさ、あの小ライスを。で、それをね、もう口の中に頬張るわけですよ。塩気がまずね、海苔に包まれて、塩辛いところがくるんだけど、それがご飯で中和されていく。カロ、ね、ニンニクのね、パンチ力。それも全部、海苔の油の、その熱でね、ちょっと辛みが落ちていく中で、マリアージュが起きるわけですよ。これはね、これは悩ましいなぁ。ということでございまして、はい、スカーフさんね、この時間はやばい。本当にやばいです。僕今すごく、家系ラーメンの口になりましたよ、完全に。ね、レモネードなんて飲んでる場合じゃないんですけど、あ、なんだっけ、凸じゃないね。ヘコ、かまへこさん、かまぼこさんか。かまぼこさんか。あ、それでかまぼこって言うもんごめんごめん、胡椒に感心したのに、かまぼこって読むんだの方が強まっちゃった。ごめん。うん。こういうの良くないね。ごめんなさい、かまぼこさん。ニラ肉味噌さん、紅生姜。あ、紅生姜か。紅生姜もいいね。なんか場所によってはありますよね。刻み生姜とかをトッピングで出してくれる家系。あと、お酢と胡椒はね、割とね、後半ありですよ。さっぱりいただけるので。うん。ジロさん、ナルトってなくなったよねということで、ね、あ、何の話だっけ、あ、そう、牧村さん、ごめんごめんごめん。ってことは、まあ、とりあえず、仲良くなったんだよね。だけど、この条約の選択ミスで、また戦争が始まっちゃうと思うので、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。情報ちょっともうちょっと整理しよう。彼女と親と家系ラーメンの吉村屋さんに行きました。ね、もう、吉村屋さんっていうのは、家系ラーメンの、まあ、発祥の地と言われている、ね、家系ラーメンとアダルトビデオの発祥の地と言われているのが、まあ、吉村屋さんなんですけど、今のは流してください、ごめんなさい。はい、先週二郎一蘭の戦争になったわけですよね。二郎派一蘭派で、だからここで言うと選択肢としては両方ともに OK なのがネギニンニクですよ。はい、だからネギニンニクに関しては、行った方が、条約に入れても大丈夫じゃないかなと思います。はい。ね。岩ちゃんさん、アダルトビデオも発祥なのね、ということで、詳しくは調べていただくと、吉村屋さんでアダルトビデオを調べると、僕が何を言ったのかは、ちょっと理解いただけるかと思いますが、まあ、ちょっと話もあるでしょう。僕、一覧が、トッピングが解析できないんですよ。一覧のトッピングって、結構ある。それとも、割と、必須な感じ？一蘭ラーメンおすすめトッピングメニュー。この3つは外せない。今、ググってます。鉄板のトッピングは、ニンニク、ネギ、オスカランの酸味。オスカラン？オスカランってなんだ？酸味があるんだ。はぁ。うん。赤いやつ。一覧そんなにないんですね、シクラさん。ありがとうございます。ウコさん、赤いやつ、赤いやつ、やっぱ赤いやつか。ってことは、やっぱり、ネギ、ニンニク、
あ、ニンニクもね、これね、ちょっと気をつけた方がいいのは、おそらく一蘭さんのニンニクって、あ、すりおろしか。じゃあいけるね。じゃあ大丈夫だ。で、あとネギ。ネギは？あ、青ネギ、白ネギ、両方ともあるんだ。おそらく。今、メニュー表見てます。キクラゲとかいっちゃうと、あ、海苔あるじゃん。はいはい。ってことは、ご飯もあるから、ご飯、ネギ、海苔、ニンニク。これだけにしときましょう。これに、だから、お酢からの酸味だったりとか、お酢とかかな。入れちゃうと、もう戦争です。はい。ね。綺麗さんね、ニンニク、チャーシュー、メンマ。いやー、だからメンマ危ないよ、本当に。一蘭派だった方がメンマ来た時に、ね、キクラゲじゃないのかと。メンマかと。ここでまたね、ボヤが起きる気がするんだよね。土地さん、ほうれん草ないの？ほうれん草一蘭なかったです。はい。なので、ほうれん草持ち込むとこの一蘭派がすごいことになると思います。はい。ね、こんぐんぐみさん、一蘭何も載ってないイメージでしょ？本当に。いやー、なので、ぜひ皆さんは、中山さん全部素敵やん。全部素敵なのよ、本当は。あ、本当はだから、全増し？全増しって言わないのかな。まあ、全部ね、トッピングとして乗っけるのが、本当は一番幸せなのよ。ラーメン屋さんも儲かるし。でもね、今、ね、二郎と一蘭で戦争してるんですよ。そうなってきたと、あ、ネギダメか。二郎ってネギ扱ってないもんね。だそうする、ニンニクだわ、やっぱ。ニンニクがだから、うん、かすがになる可能性が非常に高いんですよ。で、二郎はライスも扱ってないもんね。ということで、ニンニクです。もう、ニンニクをとりあえず架け橋として、ね、かすがいとして、ね、コアかすがいのかすがいですよ。はい。これをうまく、二郎と一蘭をつなぎ合わせてください。そこからちょっとずつ慣れていってもらって、ライス、海苔、ね。あの、両方のお店にあるような商品っていうのを追加で固めていき、で、実はキクラゲがとか、ね。ね。二郎にはチョモラマがありますとか、え、そんな山があるんですかみたいな、そういう感じで、ぜひ、まあ、あれですよね。だから、追加ですよね。追加で情報を増やしていくっていうね。来年、再来年っていうのに、追加で、ちょっとずつ厚みを増していくっていうのがいいと思います。ニンニク外交、素晴らしい。あの地球人のようにさ、ニンニク外交でいきましょう。はい。ね。ということで、カイコさんね、そうです。ニンニクはカスガイという言葉を今日覚えて書いていただければと思います。本当に腹が減ってきた。さあ、ということで、次行きましょう。アサッコトライさん、ナイスパーです。先ほど思い出した。こっち。また戻しましょう。あ、ということで、牧村さん。ね。いい濃い、そしていいラーメンを味わってください。はい。そして、次行こうと思ったんですけど、どうか読んでくださいませっていうコメントを見つけちゃったんで読んじゃいましょう。こんばんは。はい、こんばんは。私は中学3年生女子のサバと申します。現在コンクールに出す水彩画をみたらし団子を食べ、ひぐらげさんの配信を見ながら何とか書いていますが、正直めんどくさくなってきてだるいです。提出は今月の24日です。うまく書けないし、若干眠いので応援してくれると嬉しいです。ああ、もうやめようかな。疲れました。そしてピルクルさん、ひげさきんさんおめでとうございます。ありがとうございます。これか。ちなみに僕は昔あの小学校の時にあのオリジナルお正月のね年賀状をまああのオリジナルイラストをみんなで描こうみたいな学校で強制されて白紙で提出したらめちゃくちゃ怒られた記憶があってあのやっぱね怒られんの辛いわ。だから、なんか怒られたくないから書きな。なんならその今使ってるみたらし団子で書いて。あなたが今その手でベタベタついた。わあ、ベタベタしちゃった。どうしよう。ティッシュで拭くしかないかなみたいなみたらし団子があると思うんですけど、結構いい色出ると思うんですよ。じゃって。じゃっちゃって、それで。みたらし団子絵画をお願いしたい。ね。あと、みたらし団子もちゃんと食べてほしい。しっかり噛めば噛むほどね、餅のうまさって出てくるから。
ということで、水彩画で許されるかどうかは分かりませんが、みたらし団子色ね、あの、まあ、モチーフとしては、だから、なんだろうな、モネとかになるのかな。お前、モネの何を知ってるかって言われたら何にも知らないんだけどさ。なんだろうな、ひなげしとかいいんじゃない？今ググったけど。みたらし団子っぽい色してるよ。モネのひなげし。じゃあ、それで、落ち葉を拾う女とかのモネじゃねえけど。ダメかな？ダメ？落ち葉拾う人だっけ？落ち葉拾う、あ、ミレーね。ミレーでしたね。ありがとうございます。ミレーです。はい。ちょっとみたらし団子っぽいよ。あ、みたらし団子の串も使います。いいですね。ね。ね、先端を使えば細い線が描けるし、平べったくバーンって描いたらね、ブニョンってね。最終的にはやっぱ二郎で描いてくださいね。家系の水彩画っていうのをね、あのスカーフさんがね、いいこと描いたんで、ぜひ二郎の水彩画でいきましょう。最終的にはね、ニンニクの黄色ね、スープの黒さ落ち葉、落ち葉、あ、落ち葉って言ってた俺今。恥ずかしい。落ち葉広いね。はい。落ち葉か。落ち葉か。恥ずかしい。はい。バンクシー。バンクシー。の兄さん、採用です。採用です。みたらし団子の串を使ってバンクシーね。はい。採用でございます。はい。ということでございまして。ぜひぜひ、ね、いろんなこと、まあ、僕が言うのもなんですけど、なんか、ないんでしょ？特になんかこの、フォーマットみたいなさ、これで書かなきゃいけません、みたいな。うん。ということで、ぜひなんかね、将来のみたらし団子作家をもしかしたら、我々作り上げたかもしれません、今。ね、うん、現代アート。まあ、これだからね、もう現代アートとして2000万、3000万のね、価値がつく可能性がありますから。ね。ただまあ、押村区は、多分、高温多湿なところに行くと虫がたかるっていうね、唯一の欠点があって、そこだけ気をつけていただければ、なるべく寒冷地で、展覧会の方していただければと思いますので、ね、ぜひ頑張ってください。さあ、では続いていきましょう。朝子トライさんですね。ごめんなさい。先ほど読めなかったです。先ほど、本田圭介さんに250円スパチャで質問したら、普通にスルーされました。世知辛いです。リトル本田っつって。まあ、他に多分スパチャが飛んでなかったら、もしかしたら読まれたのかもしれないですし、まあ、高額じゃなかったから、その質問の内容が答えづらいもので、スルーされたのか、まあ、物を見ていないので、すごく何とも言いづらいんですけれども、結構、なんか、答えてくれそうなイメージですけどね。リトルホンダ。あれ？本田圭介さん。うん。ということでございまして、まあ、ひろゆくんのところはね、おそらく250円スパチャって、すぐ消えちゃうんですよ。だから、なんか見てももらえないような状態っていうのが多分今だと思っていて、まあ、TPO に合わせるしかないのかな？でも悲しいですね。はい。うちはまだ大丈夫っぽいです。はい。じゃあ続いていきましょう。大城さん、ナイスパーです。お疲れ様です。お疲れ様です。ヒゲさんの存在は、ウオーサオーで知りました。僕の存在、ウオーサオーで知りました。俺が分かってないぞ。ウオーサオーってなんだ？ヒゲさんの存在は素晴らしいと思います。ヒゲさんの信念とか座右の銘とかあるんですか？まず、ウオーサオーが本当に分かんなくて、俺じゃないヒゲさんをだと思ってませんか？大丈夫？ちなみに僕信念とかはないです。信念なしで、はい、プライドゼロで、はい、行きたいと思っています。座右の銘はなせばなる拾えば食える何者もです。はい、よかったら参考にしてみてくださいね。ちょっとだけ泥とか落とした方がいいですよ。はい、まあ泥ごと食えばいいと思うんですけどね。晴太郎さん、ナイスパです。つるつるおやじさん、こんばんは。つるつるおやじさん、こんばんは。はい。なぜ最近真っ白い格好をしているんですか？白好きなんですか？ということで。楽なんですよね。なんか何も考えずに着てるのが多いので、白好きだとは思います。はい。ね。
なおさん、ひろゆきゾーンに入って長話になったらスパチャ高額でも無理かもということで、あ、それはあるね、確かにね。うおうさおうってなんだろう。うよ曲折で知りま、あ、うよ曲折っていうことかな。うん。やはり、餅がうまい。なせばなる、拾えば食える、何者もと。はい。牛脂ホワイト、3秒ルール、ね。はい。ということで、もしなんかあれだったらごめんなさい。なんか、うよ曲折かな、ひろゆくん経由とかなのかな、きっとご存知いただけたのは、まあ、ありがとうございますということで、よろしければこの座右の銘、家宝にしてください。はい。そして、晴れ太郎さん、読んだ、こぐま組さん、牧村さん、今週いかがでしょうか、20時半の Q ですということで、牧村さん、来週もぜひ、よろしくお願いします。ああ、そして、こぐま組さん、牧村さん、入りました。まあ、ありがとうございます。やばい。もっと行きましょう。ニグラス刑事。あ、遅くなりました。お疲れ様です。刑事です。モンタナの目撃者見てきましたよ。ヒゲさん、久々のアンジーはいい味出てました。ぜひ見てみてくださいね。あ、ちゃんとオロポ作り置きして年末お待ちしてます。ということでありがとうございます。映画か、映画ね。ちょっと待って。ちなみに僕がね、最近見た映画をちょっと一回ピックアップしますわ。最近でもね、そこまでの、僕が今年見た映画で面白かったやつをパッとあげますね。新作じゃなくて、いわゆるその Amazon とかで僕見たやつなんで、まあ、もう見れないものもあるかもしれません。グリーンブック、良かったです。帰ってきた人ら、良かったです。ピーターラビット、良かったです。300良かったな。300、アイアムスパルタね。はい。そしてきっとうまくいく、良かったです。テネット良かった。ラジオの時間良かった。インターンシップも、軽めでいいですよ。ちょっと疲れてる時とかに見るといいかもしれないです。Google に、もう昔ながらのアナログ人間の営業マンが、インターンシップ制度を使って、Google に入社できないかっていうのを悪戦苦闘するような、そんなもの、やつです。はい。最強の2人、良かったね。はい。あと、劇場版、忍たま乱太郎。ね。あ、面白かったです。あと、劇場版、実写ね。弱虫ペダル。あ、よかった。はい。ということで。良くなかったやつは飛ばしてます。はい。ただ、良くなかったやつは、ちょっと伝えるのは、酷だと思うので。うん。今挙げた作品は、見て損はないと思います。はい。ね。MK さん、テネとひろゆきさんがヒゲさんに嘘つき呼ばわりしてて、あー、なんかそれ、後から知りました。ね。フランスじゃ、多分、フィルタリングされてんじゃねざまーっていう、そういう話ですね。はい。黒猫みるみるさん、ラジオの時間最高でした。ということで、ありがとうございます。ね。ということで、なかなか外に、映画館に行く機会が、多分に減っているヒゲ王子でございます。ニコラス・ケイジ。よかったら、アマゾンでいい映画、おすすめがあったら教えてください。はい。あやかさん、忍たま乱太郎。忍たま乱太郎ね、よくできてたわ。なんか、それぞれにちゃんとキャラクターというか、あるのね。あと、教えてもらったんだけど、すごいモブっぽい、なんかいるのよ。一年は組みたいな、クラスの。全員、なんか、あるのね、キャラクター設定が。なんか、モブっぽい子もいたんだけど、ちゃんと名前がついてて、で、この子は、どこどこの子で、これが得意で、みたいな。なんか凄まじく作り込まれてるんだってね。感動しました。はい。では続いていきましょう。ちささん、はい。人生初スパチャをヒゲさんに捧げます。申し訳ない、なんか申し訳ないけども、ありがとうございます。はい、そうですね、大変光栄でございます。ちささん、ありがとうございます。サチさんって呼んだ方がいいのかな。ちす、んー、サチさんかな、きっと。はい、もしくはちさんにしましょうか。はい。ということで、改めて御礼申し上げます。ナイスパです。はい。そして、ハミンさん、おめでとうございます。ありがとうございます。メープルシロップはお高いので、これで蜂蜜でも、ということで、あ、全然メープルシロップ、いただいたスパチャで、はい、もう全然賄えますので、大変ありがとうございます。確かに高いんですよね。まあ、1000円ぐらいやっぱりしちゃうんですけど、メープルシロップって、一回買ったらそう簡単にはなくならないんですよ。はい。で、僕もお湯で割って飲むときって、本当にスプーン一さじ入れるぐらいだから、まあね、コスパがいいです。はい。ぜひぜひ、ありがとうございます。改めてナイスパーありがとうございます。チコさん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。そして、ナオさん、ベイビードライバー良かったよ。あ、チェックします。はい。ね。
SA さん、MOB でもキャラクター、違う違う、それじゃない。はい、それではないけど、はい。まなぶさん、ヒロアカ、呪術、忍たま、弱虫、配給、不女子大好き。ああ、確かにそうだね。いや、でもね、弱虫ペダルはね、全然男でも血湧き肉踊りますよ。ね。むしろなんか、その、なんだろうな、男でもまあ、チャンピオンでやってたからさ、なかなかあの、目につきにくい作品だったと思う中で、あれだけヒットしたのは、あの、女性人気も相まってだと思うので、なんか良かったなと思います。はい。そして MK さん、来月はデューン見に行こうかな。デューンって、あ、わかんないな。昔そういう名前のとんでも作品なかったっけ？デューンって。なんかスペインかなんかの。まあまあまあいいや。はい。じゃあ続いていきましょう。豚メガネさん、ひどい名前。大丈夫よ、豚メガネさんとか名乗らなくていいんですよ。5歳の息子が毎回ズボンにティッシュを入れたまま洗濯機に入れてしまい、毎回大変なことになってしまいます。あらあらあら。どうやって教育したらいいと思いますか？そうですね。なんか必ずズボンのポケットを出すようにするなんかルーチンってできないもんすかね。その自分のズボンは洗濯機に入れるときに必ず裏返すとか、もしくはポケットを全部、出すような感じにして入れなさいみたいなことが習慣化すれば勝ちな気はしますね。そしたら絶対ティッシュ入れられないし。でも、自分で、まあ5歳だから無理なんだけど、もうちょっと年取ったら、ごめん、もう少し年取ったって若すぎるから、今の5歳だと難しいと思うから、まあ、もうちょっとね、分別つくようになったら理解するんじゃないかなと。ね、本当大変なことになっちゃうじゃないですか、ティッシュ入れてると。だから、その結果が大変なことになってるってことを理解できる年齢になるまでは、まあ、付き合っていくしかないのかな。だからやめた方がいいよっていうのを何回もこう見せて。で、ティッシュまみれになったさ、バスタオルとかさ、もう、まあ、ね、白っちゃけちゃったさ、服とかをさ、渡されたらちょっとやっぱ凹むじゃないですか。まあ、それを全部じゃあ綺麗にしましょうとかね、一緒に。掃除とかを やるとすると、理解するんじゃないかなって思います。はい。ねえ。ビビさん、ティッシュ大変ですよね。本当大変ですよね。ね。紅茶飲んでる人さん、ティッシュを出さないと鬼が来るよっていう。やっぱだから、そう、なんかロジカルで攻めない方がいいんだろうなと思いますね。はい。そして、小熊組さんがの牧村さん入りましたのアナウンスありがとうございます。そして、みんなの小鹿さん。明日休みなのに日曜ライブやってるのですね、ということで。はい、ここで告知でございます。みんなの小鹿さんありがとうございます。明日20日21時から、このチャンネルではですね、アマンガス宇宙人狼、やります。メンバーは、ひろゆきくん。で、そして、今回その主催である、アモアス部、主催の、神宮寺さん。で、さらには、歌広場淳さんですね、ゴールデンボンバーの。はい。あとは、昔から馴染みのある MSSP の3人とか、そういったところとやっていく予定の僕視点のものが、このチャンネルで配信されますので、興味がある方は見てください。っていうことがあって、さよなら月曜はやらずに今日は、いつも通りさよなら日曜やっているっていう状態です。はい。ということで、そうですね。ひろゆきくんとどうなるんだろう。あと、マックスさんとか、気になる人は、もうすでにチャンネルは立ち上げています。あ、チャンネルじゃない。配信ページ、立ち上げてるよね。ちょっと待って。俺、そっか、入れときゃよかったな。ちょっと URL 貼りますね。ちょっとお待ちください。お待ちください。そう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 。これ。公開してるよね。よいしょ。すいません。ちょっと貼らせてもらいます。失礼します。すごい。固定。で。で、詳細で。今、概要欄にも追加しました。まあちょっとルールわかんないよねみたいな、はい、
方もいらっしゃると思うんですけれども、ちなみに出演者さんがこんな感じ、タイトルにもう入れちゃったんですけど、ひろゆきくん、歌広場淳さん、FB さん、ヨヨさん、キックン、マーク2さん、これ MSSP さん。で、最後のヒラくん、で、ドズルさんね。で、あと、これ多分ビントロールさんっていうのは僕初めましてなんですけど、シルコさんとジライちゃんさん。そして、昔からお世話になったマックスさん、そして主催の神宮寺さんという感じのメンバーでございます。ちょっとガチめかな？うん。あ、でも MSSP さんいるから、ちょっとカジュアルにやりたいなと思ってますけどね。はい、クリックしたら飛んじゃった、ごめん。はい、ということでございまして、そんな感じで本日の、ソロライブ、ね、ソロライブって言い方するとアーティストっぽいな、あのライブ配信ね、やらせていただいています。はい、ね、そしていきましょう。鈴木貴博さん、ナイスパです。今来ました。ガールズバーで飲みすぎて気持ち悪いです。酔いを覚ますためにヒゲさんのプリッコください。ブリッコください。酔いは冷めなくて吐き気がするでしょ。そしたらお水、白湯がいいかな。白湯飲みな。うん、ウーロン茶とか飲まない方がいいらしいですよ。なるべく優しいものを飲んでください。はい、かといって吸収早めちゃまずいので、スポーツドリンク系もやめた方がいいのかな。一回吐いちゃったら水分取った方がいいと思うので、飲むといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあよろしくね。はい、今のが俺のなりのブリッコでした。わかりづらかったね。もうちょっとなんか手があったと思うんですけど、すいません。僕が酔ってなかったのでできなかったみたいです。お恥ずかしい話です。ヘリクリサムさん。ね。初のスパチャです。銀の盾、おめでとうございます。ありがとうございます。祝福金です。ありがとうございます。ストレートに言われると照れちゃうね。祝福金、ありがとうございます。はい。ね。ということで、ヘリクリサムさん、ありがとうございました。そして、たぬきたぬきさん。ブルースブラザーズ、面白かったです。でしょ？次のおすすめお願いします。ということで、あ、ごめん、さっきちょっと言っちゃったけど、ブルースブラザーズが面白いと言っていただけたんだったら、ブルースブラザーズが面白いと言っていただけたんだったら、グリーンブックだと思いか。弱虫ペダルかな。違うな。ヘアスプレーとか僕好きですよ。はい。あと、ちょっと、重たいな。重たいけど、ブルース・ブラザーズほどあっけらかんとしてないんですけど、ドリームガールとか。うん。なんかミュージカル推ししてますね。はい。ニラ肉味噌さん、ブリッコはということで、一瞬カメラ目線したのが僕なりのブリッコでした。本当ごめんなさい。はい。紅茶飲んでる人さん、銀の盾メイクするときの、鏡にしてる。あ、銀の盾持ってるんですね、紅茶飲んでる人さん。すげえ。あ、知らんかった。はい。ということで、たぬきさん、参考にしてみてください。ヘアスプレー好きとかね。うん。グリーンブックはそんな重くない。そうね。チラリと重さがある瞬間があるだけで、めちゃくちゃ重たさはないと思うんだよね。うん。あ、翔子さん、スクールオブロックいいですね。はい。月さん、救いようのない話が好きです。ひろゆきくんの方行くといいかな。ちなみに、それだとパッと思いついたのは、まあ、ホラー系で、ちょっとグロいシーンも少しだけある。まあ、でも、ホラーの方が先かな。ミストっていう映画があります。はい。救いようのない話であれば、ミストぜひご覧ください。エミリーさん、ヘアスプレー楽しかったです。アフロの王様さん、天心ラブソング。あ、いいっすね。確かに、天心ラブソング、もう鉄板だよね。いいと思う。はい。SA さん、S がおすすめ。あ、救いのない話ですね。はい。ニャゴゾウさん、レクイエム・フォー・ドリームがおすすめ。救いのない話だと出てくるね。うん。ネコラドさん、ダンサー・イン・ザ・ダック。うん。あ、セブンとかね。戦慄の絆。はい。月さん、ミスト見てみます。そうですね。後味激まずなんで。はい。MM さん、トゥルーマンショーもいいですよ。とかね。あ、あと、なんだっけ。ヒロイ君とかもおすすめしてたけど。今、トゥルーマンショーで思い出したんで、ジムキャリーつながりで、
全部イエスマンか。で、合ってるっけ？イエスマンとかも面白かったなと思いますけどね。うん。テクテクさん、ブラックラグーン。あ、特にあの、姉妹編かな？はい。あの、救いがない話。まあ、はい。救いがないですね。うん。ちなみにあの、12月の後半ですね。なんか、聖なる夜近くに、あの、ミストを僕は見に行ったんですけど、その場でカップルが、なんか、彼氏がめちゃくちゃ彼女に対して、謝って映画館出て行ったのが印象的でした。あの、スタッフロール流れてる最中に、ね、ごめんね、ごめんね、ごめんねって言いながら行ったのが、すごく、あの、僕の記憶に残ってますし、この現象が起きたのは、ミストの時と大日本人の時だけですね。はい。すごい、あの、多分、彼氏の方がノリノリで選んだ結果、彼女さんの機嫌を大層損ねたっぽいです。はい。なので、あの、もし今ので、あの、ん？と思った方は、ぜひ、あの、大日本人とミストは見てみてください。はい。ね、では、続いていきましょう。はい。みんなの小鹿さん、ナイスパーです。愛しのひげおじさん、こんばんは、こんばんは。先週、ひげさんに、これこれさんを聞きながら寝落ちできるなら何を聞いても寝れますよとお褒めいただいたので、ヘズマリュウさんでも寝れるかと、もっと挑戦しました。残念ながら寝れなくて決して寝たところ、夢の中でピッピッピッピーメントスコーラお願いしますとおたけびが聞こえ最悪でした。そっか。確かにこれこれさんとヘズマリュウさんは一緒に同じラインで考えちゃダメだね。うん。これこれさんはまだほらなんかあの、番組のもう体裁が整ってるじゃん、フォーマットとして。いけるかなと思ったんですけど、大丈夫。まあ、それだとはいえね、あ、ちゃんと山と谷を作る方で、うちみたいにこう平坦じゃないから、まあ、それでもいければ大体いけるんじゃないですかって思ったんですけど、ヘズマリュウさんはさすがにちょっとあれですね、難しそうですよね。ということでございまして、最近ね、あ、そうそう、それで言うとね、最近見たね、作品で、聖者たちの食卓っていう、ドキュメンタリーかな。インドの、なんかお祭りみたいな、その宗寺院みたいなところに、まあいわゆる巡礼みたいな日があって、それに何十万何百万の人たちが巡礼に来るんですよ。で、そんな人たちのために食堂を開放していて、まあボランティアベースで、そこに来た人たちも手伝いながら、その集まってくる人たちの衣食をそこで満たすっていうドキュメンタリーで、会話が一切ないです。あるのは環境音だけ。例えばだけど料理を作っている時の包丁を切る音、炒めてる音、で、その後ろで流れている、まあ僕らにはわからない、いわゆるそのインドの方々の何気ない会話っていうのが、もう雑踏として聞こえてきて、1時間ぐらいそれだけ。っていうのがあって、もしかすると、おすすめかも。うん。で、見てるだけでもね、なんか、緑色の何この実はみたいなところもあったりとかして、もしかするとちょっと、引っかかる人、寝れるっていうつもりで、ね、もしくはその雑踏の中にいる感じだから、作業用 BGM としておすすめなんですけど、もしかしたらとね、ちょっと映像美とかにもやられちゃったり、異文化っていうのが楽しくなっちゃって、その展開されているさ、もう何十人っていう人たちのさ、前に誤差がブワー引かれてさ、で、銀のさ、お皿がわーって配られて、そこにさ、もう、配給よろしく、バンバンバンバーンって。で、なんじゃないの、あれ、なんて言うんだろう。なんっぽいような、パンみたいなやつ。それとかをさ、バン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 配ったりとか。で、それを食べ終わったら、担当の人が洗って、もう、ガッチャンガッチャン言いながら、そこにいらっしゃる女性陣の方とかが、ガッチャンガッチャン食器を洗ってる音とか、そういうのばっかりやってる。うん。なんで、気になる人は、ぜひ見てみてください。はい。聖者たちの食卓です。ございます。はい。シクラゲさん、チャパティ。ありがとう。チャパティでございますね。ハヤトクラフトさんもありがとうございます。ナナシさんもありがとうございます。はい。そんなやつ。膨らまない、なんか平べったいやつ。はい。そして、SKS さん、ナイスマです。ヒグさん、リスナーの皆さん、改めて先週ありがとうございました。ひろゆきさんにはスルーされましたが、皆さんに癒されて幸せでした。ただでやってる案件は経験が詰めると押されましたが、現役で経験者枠の私には響きませんでした。その通り、皆さんもやりがい搾取には気をつけて。議員の盾もおめでとうございます。ありがとうございます。よかったですね、断れて。はい。まあひろゆきくんスルーは、そうね、まあ今すごい質問の列がなーって流れてもね、ひろゆきくんとこだと。なので
ごめんなさい、ひろゆくんのところで聞け、ね、僕とかが誘導しちゃったかもしれないんですけど、申し訳ない。はい。とはいえ、きちんと、あなたにやってほしいです。であったりとか、きちんと対価を払うので、プロとしての仕事をお願いします。みたいな感じで、言われたら、頑張っちゃうよね、人間ってね。とは思います。はい。とはいえ、お疲れ様でした。はい。そして、鈴木隆弘さん。はい。ぶりっこ逃げたね。酔いが冷めないじゃないか。ヒゲさんは最近酔いすぎたことありますか？ないんだよね。俺さ、フランス野郎と違ってさ、ビールとか飲んだりしないしさ、配信中に。レモネードですよ。で、今、もうテレワーク、ね。で、当然のように、まあ、感染対策とか考えちゃうと、外食もしづらくて、お酒飲んだのっていつだろう？1ヶ月以上前かな。それも一杯だけね。俺あんまり、そんなにお酒、昔はね、よくバーに行ってね、お酒の勉強させてもらったりとか、まあ弱いなりに、いろんな味がありますね、面白いな、とかっていうので、まあ楽しんでたんですけど、とんと飲んでないね。飲んでも本当にもう、コップ一杯飲んだら、割といい気持ちになって終わりだったりとかしちゃうから、で、そうね。ちなみに僕が最近、すごくこれは、おすすめなのが、声優にさ、声優ブランドってさ、皆様のお墨付きみたいなのあるじゃないですか。なんか、あんまりな感じじゃん。でも、なんか当たり外れが、やっぱ激しいと思うんですよ。プライベートブランド系ね。で、評判がいいのがあって、実際買ってみたら、あ、いいじゃんと思ったのが、その声優で売ってる皆さんのお墨付きの、炭酸水で割るだけ、レモンサワーの素っていうのが売ってるんですよ。な、紙パックでね、まあ、要はレモンサワー、シリア産レモンの果汁 7% にレモン蒸留酒を使用し、雑味のない爽やかな味。炭酸水の代わりにビールやコーラで割っても OK。まあ、要はお酒なんですけど、これが、まあ、大体、これ1リットルかな？内容量。わかんない。紙パックで売ってるんですよ。500ミリだ。500ミリの。で、うち、ソーダストリームっていう炭酸水メーカーがあるので、それで割って飲んでるけど、うまいよ。あと、とんでもなくコスパいいね。はい。リキュールなのかな？っていうのを、ちび飲んでます。はい。もうちょっと夏過ぎちゃったからね、需要落ちちゃうかもしんないけど、さっぱりするし、炭酸のね、シュワシュワ感も楽しめるし、で、ソーダストリームって強炭酸とかも作れるので、それでいい感じに割って飲んだりしてて、ゴミも出ないし、あと結構酒が度数高いので、自分の好みの味にしてもらえれば、いい感じに酔っ払えるとも思うので、僕はもう、半年ぐらい、その一本で賄っちゃってますね。まあ、それぐらい飲んでないってことなんですけど。確かこれがいくらなんだろう。税込み547円。だから550円あれば買えちゃう。で、そうね、俺の本当に弱々アルコール能力で言うと、これで多分12杯ぐらい多分飲めるはずなんですよ。まあ、10杯か。ね、50ml ずつで、あと残り炭酸で割ってとかって。でさっき言ったようにソーダストリームで炭酸水道水とかで炭酸水作っちゃうから、おそらく1杯55円でしょ。で炭酸水も多分それぐらい、100円ぐらいなのかな、500ミリ分ぐらいの、はい、レモンサワーが飲めますよっていうものでございます。しょうこさん、ソーダストリームひろゆきさんがディスってなかったっけ。あいつ本当ディスるんだけど、2つあって、まず1つはソーダストリームって確かに昔爆発したんですよ。で、それで死亡事故が起きたのも事実。で、一つ言わない、ただし、それがあって、まあ、ひろゆきも実はパッと言ってるんだけど、リコールされてます。だから、今はそういった事故っていうのは起きないものが
流通していますよっていうのが一つで、まあそれでリコールされた後回収されてまた作り直されたものではそういった事故は起きてないっていうのも一つ、はい、でもう一つ、ね、で死亡した事故っていうのが何かっていう と、爆発してで壊れた破片っていうのが喉にもう最悪なんだけど喉に刺さってしまって運悪く本当に命を落としたと。でここから導き出される答えとして、俺には喉がない、ね、首がないんだから、ね、今貸してるから首を、ね、っていうことは俺は死なないんですよ。それをね彼はね分かってないんだよね。首のない俺は喉に刺さって死ぬことがないんだから、ひろゆきくんは残念ながらもう申し訳ないけどひろゆきくんが考えるような事故っていうのはうちでは起きない。ね、はい論破。ということでございまして、鈴木貴博さんごめんね。もう一応俺なりのぶりっ子はさっきのね杉良太郎さんばりの流し目だけだったんで、ちょっと弱かったとは思います。一応ぶりっ子はしたつもりでした。すいません。はい。ということで、ほどほどにね。まあ明日も休みかもしれないから、まあ酔っ払ってるのを楽しむのでも全然いいけどね。はい。ね、サクさん、別のとこに刺さっても危ないよって言うけど、多分だけどね、どこ刺さっても多分油なんだよね。眼球ぐらい眼球ぐらい。でもメガネかけてるからね、眼球もまあ多分、もうこのメガネで弾くんじゃないかとか、いろいろ考えちゃうんですよね。そうそう、だから、あ、75% さん、いいですね。鬼滅を知ってる方が来ました。鬼狩りでも殺せないだろうと。そうですね。首を落とさないと、ね、鬼は死にませんけど、僕には首がないからね。ということでございまして。ね、そういう感じでございますので。まあ、とはいえ、すいません。たくさんの、スパチャの方をお送りいただいて誠にありがとうございました。これで一応全員読んだかなと思っています。まあ、何よりも銀の盾のお祝い、本当ありがとうございました。今日は、すいません。ちょっと長話になってしまいましたけれども。はい。ね。お魚さん、セルフ防弾装備ですね。その通りです。問題は脱げないことですね。本当に。だから熱に弱いです。そういう意味で言うと、だから僕は、あれですね。ミツバチと戦う時のスズメバチの気持ちですね。はい。ミツバチ、こう、ね、鉢玉みたいな感じで、こう、スズメバチを真ん中に入れて、ガンって言って体を震わせて、発熱をすることによって、ミツバチの方が、スズメバチよりも、熱の耐性が高いんですよ。で、高温になったら、中のスズメバチが熱で死んじゃう。ね。1対1で戦ったら絶対勝てないスズメバチにも、実はミツバチは勝てるよっていう技なんですけど、非常に、多分それをやられたら僕やられますね。だから、多分ミツバチに襲われたら、やられます。ね。蜜ばっかり取ってんのに。はい。さあ、ということでございまして、本日はいつもに比べるとちょっと長い、配信させていただきました。誠にありがとうございます。もしよろしければまだチャンネル登録されていない方、チャンネル登録画面の下、赤くチャンネル登録と書かれているボタン、クリックタップをしてチャンネル登録と、チャンネル登録済んでいる方、まあ、今日も1時間ぐらい前かな、立ち上げたのが、この配信ページ立ち上げたのがそれぐらいの時間だったんですけれども、登録した後にベルのマーク登録してもらうと皆さんに通知が飛ぶようになります。配信始まったよっていう通知ですね。見逃しにくくなると思いますので、よろしければチャンネル登録、そしてベルマークの登録までよろしくお願いします。また高評価、ね、押してもらえると励みになりますので、そちらもよかったら押してみてください。さあ、じゃあ最後皆さんのお名前だけ読み上げさせていただいて、いきたいと思います。シクラヤコさん、ミナンジータさん、オチはもう落ちているさん、サクさん、中山さん、リートちゃんさん、ショウコさん、花メガネさん、ホンダさん、ね、ひなげしぼるくんさん、ナオさん、あ、ハチってそうなのね。あ、ごめんなさいね。もちさん、ピルクルさん、足利さん、月さん、ニャッキさん、ゆうゆうさん、のみさん、つじさん、隊長さん、花山かおる、T さん、のにーさん、ペンペントさん、Q さん、ソラリクさん、ゆりのリリーさん、バルさん、スペードさん、チョコアジパピコさん、うまそう。鈴木さん、富岡さんかな、紅茶寝れない人さん。紅茶飲めない人さんか。あれ？紅茶飲んでる人さんだ。ごめん。
逆だったわ。エリーサーさん、タンポポさん、ハハハさん、ポーさん、XXX さん、ナオさん、中山さん、山ちゃんさん、ニラニクミストさん、高岸さん、本田さん、翔子さん、牛シストさん、はちみつさん、もちさん、布施雄一さん、大石さん、M さん、アムアムパンさん、ナオさん、ひなげしぼるくんさん、M さん、山ちゃんさん、ハッピーさん、MMさん、メルセデスさん、ハリオリさん、佐藤ルミ子さん、ソータさん、布施雄一さん、リオンさん、ゴロ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 さん、クモさん、ネコラテさん、スカーフさん、ユウキさん、にゃんちゃんさん、かまぼこさん、ね、山ちゃんさん、そいべみそさん、KM さん、マリアンさん、MNOK さん、ペプシオレンジマンさん、ミルトさん、ぐらいかな。はい。じゃあ、このぐらいにしたいと思います。明日も、まだまだお休みの方も多いと思います。あ、でもその前に改めて、銀の盾、皆さんのおかげで撮ることができました。これからも、現状維持で。なるべく赤でも黒でもなくトントンでいければと思っておりますので、よろしければ皆さんも引き続きお付き合いいただければ嬉しいです。そして明日お休みな人はよっしゃね、明日お仕事の人はお疲れ様です。また来週日曜日22時15分、配信できればと思っていますので、また遊びに来てくれたら嬉しいです。一応明日もアマンガスやりますのでね、興味がある人はぜひ遊びに来てください。それでは皆さんおやすみなさい。お相手は私、ひげおやじでした。それでは、今週も頑張っていきましょう。バイバイ。あれ？おやすみなさい。